HEB スタータカーのオンガンインプ未来に役立つ研究のために日本が欠かせない存在になることを目指していますロケットの打ち上げが日常となる未来を目指しています 宇宙デブリを除去することで、クリーンで安全な宇宙を目指しています静かな超音速旅客機で、気軽にどこへでも行ける未来を目指しています。 次にピンポイントで着陸する技術で探査研究の新しい未来を目指しています。ジャクサは世界や民間と協力して月を目指しています。相当遠くない未来、日本人が月に立つ日を楽しみにしていてください。 さんこんばんこばはただいまより JAXA シンポジウム2 0 1 9 j a x a b e g i n s n e w e r を開始いたします私は本日の司会を務めます JAXA 広報部の鈴木明子と申しますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは早速プログラムを進めてまいります JAXA 理事長 山川博史より皆様にご挨拶並びに昨年度の事業の成果と今後の活動予定についてご報告をさせていただきますと皆様こんばんは、えー、ただいま紹介いただきましたジャクサ理事長山川と申します 今日はですね、あの大変お忙しいところ、えー、この会場にお越しくださいまして本当にありがとうございます、えー、非常に多くの方々に参加していただいて大変嬉しく思います今日はですね、あの2018から2019の活動の概要ということで、えー、15分ほど話をさせていただきますまずですね、先ほどのムービーで 我々の JAXA の仲間がいっぱい登場しましたけれども我々は一体何を目標に今活動をしているのかという話をちょっと字が多くて申し訳ありませんけどしたいと思います JAXA というのは一番上に書いてありますけれども政府の宇宙開発全体を支える組織しかもそれを実施する組織というふうに位置づけられていますで今ですね4つの目標に向かって我々仕事をしておりまして 1234書いておりますけれどもまず1つ目安安安全全保保障の確保そししてて安て安心な社会に向けて活動しております2つ目が、えー、先ほどのビデオにもいっぱいありましたけれども宇宙をもっともっと使っていただくあるいはそれを支える産業をもっと、えー、拡大していくそれが2つ目の取り組みであります3つ目が後でお話をしますけれども宇宙科学そして宇宙探査これが3つ目 4つ目が航空ですね。航空機の技術最先端の技術に取り組んでいくとこういった4つの目標を掲げておりましてその上で社会に対して新しい価値を作っていくとそういった取り組みを全員で力を合わせて取り組んでいるところであります。まず最初の例ですけれども安全安心な社会の実現 に向けて、えー、地球規模課題解決への貢献というふうに一番上に書かれてますけれどもまずですねイブキ2号という衛星を昨年の10月に打ち上げましたで、このイブキ2号というのはその先輩にイブキの1号というのがあるんですけれどもしたがって今2機イブキという名前の人工衛星が飛んでいますで、この衛星はですね、えー、ちょっと左下の方に地球の、えー、絵が 年代とともに書かれておりますけれどもこの衛星はですね CO 二酸化炭素の濃度をの分布を調べるための衛星でしていびきの初号機がですね打ち上げてからもう約10年経ちますけれどもこれまで毎年のように CO 二酸化炭素を測っておりましてそれが色が濃くなっていくのが分かるかと思います。こういうふういいふにです、ね、世界全体のその大気中の、えー、いわゆる 温室効果ガスと言われている CO とかメタンそういったものを着実にこう定期的に観測をしている衛星でしてでこの結果をもとにするともう確実にこういうふうに地球全体にグローバルに環境が変化しているっていうことが分かった結果今年の5月なんですけども、まあ、IPCC という国際的な会議がありましてそこでこれまでははっきりと書かれてなかったんですがこういった人工衛星から観測した結果分かる地球環境 そういったものを活用する、特に温室効果ガスに関して活用するということが、えー、初めてあの実際にまあ記載されたつまり今後こういった取り組みを持ってやっていきましょうということが書かれたわけです2つ目の例ですけれども我々の生活にすごく密接に関係するものなんですけれども上の方にですねインフラ老朽化点検という言葉が書いてありますちょっとと、難しいので解説をすると まあ例えばえ港ですね港湾ですとか下の図は写真は港の例なんですけども港湾とか飛行場とかですねあるいはえ大きなえとにかく橋ですとか大きなそういったインフラ設備があるところで定期的にこう例えば地盤が沈下しているとかその構造物が変化しているとかそういったことを定期的に点検する必要があります。 でそれを人の手で全体を見るとすごく大変なことになるんですけれども人工衛星だと全体がいっぺんに見えますねでしかも、えー、ここに書かれている特殊な、えー、レーダーというものを使いますとそのレーダーからですねすごく微妙な微小な変化も、えー、検出することができます。もうう少し具体的に言うとミリメートルぐらい例えば 地盤がこう変化するとその変化が分かってしまうそういったことによって広い、えー、港湾ですとか、えー、飛行場とかさまざまな大規模なインフラの部分のその変化というものを、えー、見出すことができるそういったものに使うことができるとこういったことも非常にあの地道に見えるかもしれませんけれども直接役に立つこととして今取り組んでいるところであります。さて3つ目が、えー、宇宙というものをどんどんん 利用というものをです、ね、フィールドを広げていくために我々が現在取り組んでいるものとしてですねさまざまな新し,い新しく宇宙に参入してくる宇宙という領域をビジネスの対象として参加しようとしているさまざまな企業があるんですけれどもそういった企業様とですね一緒に JAXA が取り組んでいくとそういったことをやっております。新しいいベンチャーーですとかそういったスタートアップ企業が こういったことを宇宙を使ってやりたいんだけれどもそ,その時にですねえそういった会社が目指している新しい仕事新しいビジネスを実現するために JAXA はそういった研究開発とかいろんな経験をこうやり取りしながら一緒に歩んでいくとそういったことを今取り組んでいるところであります。具体的にはですね JAXA、えー、のあ人類の活動領域を広げるとか宇宙を楽しむとか あと先ほど言ったように地上のいろんな問題を解決するとかそういったものをビジネスにしようという会社がいっぱいあります。で例えばですけれども、えー、ここに書いてありますように一つ一つは説明しませんけれどもここに書いてある皆様がよく知っている会社もあるかもしれませんし、えー、まだ知らないけれどもという会社もあるかもしれませんけれども本当に広い範囲でさまざまな仕事を新しい事業新しい取り組みをしているところであります。 例えば左上から少し簡単に説明していくと遠隔存在技術アバター技術とかですねあとは宇宙宇宙輸送地上にあるものを宇宙空間にどうやって届けるかっていうのは新しいアイデアで挑戦しようとする会社あるいは宇宙のゴミをどうやって減らしていこうかっていう会社あるいは宇宙のいろんなコンテンツを使って教育に役に立てようという新しい会社あるいは宇宙の、えー、宇宙食 の様々な経験を生かして防災,に防災職につまり結果的に防災に役に立てようとする会社、まあ、時間がないので全部は言いませんけれどもそういうさまざまな取り組みにこういった会社と、えー、JAXA は今一緒に、えー、アイデアを出し合いながら新しいそのビジネスを広げようとしているところであります。それ以外にに、えー JA、はです、ね、実際にロケットを使って 新しい取り組みをしようとしている研究者やあるいは会社に対してですね宇宙で実際に打ち上げてみませんかといった取り組みもしているところであります宇宙というのは一度向かってしまうとなかなかというかほぼ修理に行くのが何か起きたときに修理に行くのが非常に難しいところですのでできるだけ、えー、宇宙に行って故障しないようにすることも重要なんですけれども 新しく宇宙に参加しようと,していうししようとするる人たちがが番困るのがですねまず一回試してみたいと宇宙で本当にこういった自分たちがやろうとしていることがちゃんとあるいは機器がですね機械が動くのかどうかっていうことを確認したいそれが非常,非常に難しいわけですそういったことをそういった機械を提供するために JAXA としてはですねここに書いてあるんですけどちょっと長い名前ですけども「革新的衛星技術実証」。 というそういった仕組みプログラムを作っておりまして例えばこれは今年の1月にイプシロンというロケットで打ち上げたんですけどもいっぺんに多くの人工衛星とかあるいはここには全部は書いてありませんけどもいっぺんに多くのさまざまな機器ですね小さな機器一つ一つの部品に至るまでさまざまな方から、えー、提案を受けてそういったものの中でできるだけ多くを搭載して宇宙空間に打ち上げて実際に宇宙で動くんだと。 いうことを実感していただくあるいはそれを実証してもらうとそういった機会も提供しているわけでありますさて、えー、JAXA はですね昨年、えー、従来の、えー、方向とは少し逆向きの取り組みをしました逆向きというのはどういうことかというと宇宙開発というとどちらかというと地上から宇宙空間に出ていく。 上がっていくつまりロケットで宇宙に上げてで人工衛星が活動するっていうことを思い浮かべる方が多いかと思いますけどももう一つ大事なものとして宇宙に行ったものを地上に降ろしてくるということもすごく大事なことであります。で昨年ですすね、えー、コーナという、えー、国際宇宇宙宙ステーションに、えー、物資をを輸送する、えー、宇宙船を まあ打ち上げたわけけですれどもその時にですねそのコウノトリが、えー、宇宙ステーションでの仕事を終えて、まあ、最終的にこう分離して、えー、分離するんですけどもその時に一緒にですね実はそのコウノトリにカプセルというものを、えー、搭載しておりましてそのカプセルの中に国際宇宙ステーションで得られた実験の成果をですね閉じ込めてそれを最終的にカプセルが 地球に帰ってくるとそういった新しい、えー、仕組みをシステムを作ってで成功無事に成功したわけでありますでこれによってどういうことが起きたかというと例えば右上にありますけれども国際宇宙ステーションでさまざまな実験をしていて科学者あるいは実験をしている人というのは一刻も早くその成果を地上で見てみたいあるいはどうなったかを確認したいと。 思うわけですねでところが、えー、なかなか、えー、宇宙ステーションから物,物を持ち帰るっていうのはそんないっぱい機械があるわけじゃないのでそれをもっと機械を増やすあるいは自分たちの思った時に地上に返してくるそのためにこのカプセルを利用することができるというふうに考えております。実際にににここのよよううううでですすね結、えー、結晶晶けどもそいいった結晶のをこういったた左下にあるようなその、えー あの収納容器に入れてしかも温度もちゃんと決められた温度にした上でカプセルに入れてそれがカプセルが地,球地上に帰ってきてでいち早くその中身を、えー、研究者ですとか科学者に渡すことができるとそういったつま,つまり今まで宇宙開発というのがどちらかというと一方通貨だったのが行って帰ってくるとこう双方向の一周するような新しい時代に近づいてきてるんだというふうなことが言えるかと思います。 さてそうは言いつつ宇宙開発というのはできるだけ遠くに行ってみたいという思いももちろんあるわけですね。で、えー、これはですね昨年の10月に、えー、これは日本から打ち上げたんではありませんけど、えー、フランスあ失礼、えー、南米のですね、えー、ヨーロッパが持っている南米の,その基地がありましてそこから えー、フランスのアリアンというロケットで打ち上げたんですけれども、何を打ち上げたかというと、日本とまあジャクサとそれからヨーロッパ欧州が共同で、えー、進めているプロジェクトでして、ジャクサは日本はあ失礼、次のが見えてしまいましたね。ジャクサは左上にあるような、えー、惑星を観測する探査機を一つ作り、ヨーロッパはもう一つ作り、それを同時に 右下にあるような大きなロケットに搭載して打ち上げましたですので日本とヨーロッパが、えー、本当にがっぷり四つっていうかですねお互いに一機ずつ探査機を、えー、作って打ち,打ち上げたロケットが右下にありますでこれはどこに向かっているかというとビピコロンボという名前のプロジェクトなんですけどもこれはどこに向かっているかというと太陽に一番近い、えー、惑星であります水星 ですね、彗星に向かってい、えー、くそ,のそういったプロジェクトでありますで現在、えー、まだまだ彗星に向かう途中でありまして2025年ですからまだこれから6年ですかぐらいかかるんですけども6年後にはこれが彗星について彗星の新しい情報新しい謎を解明するための手がかりそういったものを得る時が来ると思いますので。 今日いらした方は少しそのことを覚えていていただくと非常に嬉しいですさてこれが、えー、今日この後も吉川先生が話をしますけれども「はやぶさ2」でありましてこれが今年の2月に行った第1回目のタッチダウンですねちょっとしゃべるとうるさいって思われるかもしれないので黙っておきますけれども この解説はきっととと後でででちゃんと吉川先生がすすすると思いますでですね今日ここで一つだけ言いたいことはこの下のところにですね映ってるのがハイブサ探査機本体の影の部分ですねがちゃんと映ってるということですのでこれは本当にあの現場で撮った映像だということを一つの証拠になるんじゃないかなというふうに思います。 さて JAXA はです、ね、この小惑星探査とか先ほど言った水星探査だけじゃなくてさまざまな太陽系探査というものを現在考えておりまして、えー、真ん中のところに「かぐや」と書いてありますけれども2022年ですか「えー、とスリムといって日本も JAXA も月に着陸するミッションにトライします。そのの後ももここに時間がないいで全部は言いませんどんどんけれどどど着陸して ローバーといって月の表面を動いたりそういった活動をどんどんしていく予定です並行してハイブサツー等の技術も使って火星の衛星フォボスとかダイマスというのがあるんですけどそこに向かう探査計画がありますまたアメリカが今主導している月面の探査に向けての月友人月 月近傍の友人拠点というのがあるんですけれども、ゲートウェイと言われてますけれども、それに対しても日本として協力をしようというふうなことを考えています。これも後で佐々木さんの佐々木センター長の方から詳しい話があると思います。そしてこれがジャクサというのはですね、さまざまな企業ともいろんな取り組みをしておりまして、まあここで一つだけご紹介しますけれども、トヨタさんと一緒にですね、約十年後の十年後に。 こういう大きなーーロバとといいううううものを開発しようというふうに思っています普通はですねアポロの時は宇宙服を着て月面車に乗っていた映像を見たと思いますけれどもやはりそれだと長続きしないです,よ、ね、ですので普通の車と同じようにこうちゃんと圧力がかかってちゃんと空気が吸えるそういった乗り物を開発しようという計画で今取り組んでいるところであります。 そしてこれが最後になりますけれどもあ最後一つ前ですか航空技術ということで JAXA は宇宙と航空両方やってますで航空今日ちょっと時間がないので一つだけご紹介すると航空機の騒音を低減する騒音をできるだけ減らそうという技術開発もやっています騒音っていうのは機体とかエンジンとかから出るんですけれども特に機体の部分の騒音を減らそうという取り組みをしていて。 あの計算機を使ったり実験をしたり実際に飛ばしたりさまざまなことをしてそういった技術に取り組んでいるということを少しアピールしたいと思いますそしてこれが最後の1枚になりますけれどもこれからですねこのあと、えー、H3 ロケットに関して岡田さんから話があるかと思いますけれども今後ですね今年から来年にかけて、えー、コウノトリをさらに、えー、2機そして 来年度には H3 ロケットという次の世代のロケットを打ち上げますしそしてはやぶさ2は来年暮れに帰ってくるとそういった取り組みをこれからしていくところでありますちょっと時間が過ぎましたけども今日はありがとうございますそれではここで JAXA の活動紹介ビデオ アクティビティレポートをご覧いただきたいと思います宇宙を知ることで地球の未来が見えてくる暮らしの安心や安全が見えてくる常に挑戦を続ける JAXA の取り組みをご覧ください 世界中の注目を集める中1回目のタッチダウンに成功人類の手が新しい小さな星に届きました。そして 衝突装置によって小惑星に世界初の人工クレーターの生成に成功しました欧州宇宙機関 ESA と共同で進めているのが国際水星探査計画であるベピコロンボです JAXA の MIO と ESA の MPO の2機が南米のギアナ宇宙センターから水星の探査を行うために打ち上げられました NIO は2025年に水星周回軌道への投入を予定水星の磁場などを観測し地球型惑星の起源と進化の解明を目指します国際宇宙ステーションに補給物資を輸送する宇宙ステーション補給機コウノトリ7号機はすべてのミッションに成功しました。 またこのミッションにより実験サンプルを詰めた小型回回収収カプセルの回収に成功この回収技術により日本は地球周回約 400km の宇宙空間との間に新たな技術を獲得しました ISS の中で最大の実験モジュールを持つ 日本実験棟希望では超小型衛星の放出を行いました日本国内はもちろん宇宙への輸送手段を持たない国々へ宇宙の利用機会を提供し宇宙関連技術の向上に貢献しています。 現在、JA、では7機の地球観測衛星を同時に運用日々送られてくる膨大なデータの活用により地球環境を把握しています温室効果ガス観測技術衛星イブキ2号は二酸化炭素とメタンをより高精度に観測するほか新たに一酸化炭素の観測も実現。 人間由来による温室効果ガスの排出量を推定するなど定常運用に移行しています観測衛星によりパリ協定の目標達成に向けた国際貢献を目指します民間企業や大学研究機関が部品や機器超小型衛星などを開発これらを機動上での実証機械を提供する 革新的衛星技術実証1号機としてイプシロンロケット4号機で打ち上げましたイプシロンロケット4号機では複数の衛星を搭載できるように新たな構造部分を開発し世界で高まる小型衛星の打ち上げ需要に応えていきます搭載された小型実証衛星1号機と 超小型衛星、キューブサット全7機の衛星の軌道投入に成功し13テーマの宇宙実証がスタートしました JAXA は国内外の外部機関と協力することで宇宙航空分野の発展に貢献しています。 ソニック社と共同で開発した世界初低層風情報提供システムソルウィンの実証運用がスタート悪天候にも左右されることなく上空約9 0ルまでの風を観測しその情報をパイロットや運行関係者に提供します国際宇宙探査ミッションではトヨタ自動車と協業の可能性を検討していくことに合意。 これまで宇宙開発を扱っていなかった企業や研究機関にも参加してもらい将来の宇宙探査に応用する取り組みをスタートしました数々のロケットを打ち上げてきた種ヶ島宇宙センター2018年に最初のロケットを打ち上げてから50周年を迎えました2020年度の H3 ロケット試験機一号機の打ち上げに向けて開発が過強を迎えています H3 ロケットは使いやすさを追求することで宇宙利用のニーズに応えていきます地球、そして宇宙の謎を一つでも多く解明し社会がより良くなることを目指す JAXA は未来への答えを探し続けますここで本日お越しいただいている来賓の皆様をご紹介いたします小田原清衆議院議員秘書の江添良一様にお越しいただいております 尾身浅子衆議院議員秘書の伊藤元和様、円城寺真紀様にお越しいただいております。国光綾の衆議院議員秘書の斉藤玲奈様にお越しいただいております。また、内閣副大臣衆議院議員、佐藤明様、並びに尾身朝子衆議院議員よりご祝辞をいただいております。 誠に恐縮ではございますが、祝辞については時間の都合により、お名前のみご紹介とさせていただきます。それでは、プログラムを進めてまいります。JAXA 事業報告といたしまして、宇宙輸送技術部門 H3 プロジェクトチームプロジェクトマネージャー、岡田正史より、H3 ロケットの開発につきまして、ご報告をさせていただきます。 え皆さんこんばんは H3 プロジェクトチームの岡田と申します、えー、今日はこうやって皆さんにあの直接お話ができてとても嬉しく思いますそして、えー、とても緊張しています、えー、今日は H3 ロケットの、えー、目指す姿とそれから今の開発の状況について、えー、お話をしたいと思います これまでの宇宙利用というのはいろいろな目的形で行われてきましたあのすでに山川理事長そして今のビデオでも紹介されています通りです地球の外に出て地球を見る宇宙を見る人類がそこで活動するもっと遠くに行くこういった活動ロケットというのは下支えしてきていますこれからの宇宙利用というのは 今のようなミッションがさらに発展していく探査であればもっと本格的にそれが進んでいくそういう時代が来ますさらに宇宙利用というのはどんどんとこう革新していっていましてインターネットと結びついて情報が人と物を宇宙を介して結びつかあの結びついていくとこういう時代に来るわけですけれどもまあこのように宇宙開発利用というのは日進月歩。 我々あのロケットを開発を始めたときにこのような状況になるとは正直そこまで想像ができてなかったところがありますしたがってこの H3 ロケットを完成してそしてこのような新しく変化を続ける世界に柔軟に対応していきたいとこういう思いでおります まずエッチスリーのミッションと事業モデルについて簡単にご説明したいと思います。エッチスリーの使命、ミッションは何と言っても自立性です。日本が常に宇宙に行ける状態を作る。これがまず第一の。あのエッチスリーロケットの目的です。このためには。打ち上げ費を。まあ落としまして。 そししてて宇宙開発利用どどんどん促進していくこういったことが必要だと思いますさらにその余剰分の予算をいろいろな形での将来の開発への投資をしていくとこ,ういうこのような正の性能をスパイラルに入れていくということがとても大事だと思っていますただしこの打ち上げ費を下げていくということはここにありますようにえー 打ち上げそのものが小さくなっていくわけですので産業基盤というものを維持しなければいけませんしたがってそのためには国際競争力を持ったロケットにして商業ミッションによる打ち上げ費でこれを補っていくこれが h リのビジネスモデルですさてそのような h チ・ロケットの狙いですけれどもまず私たちは第一に、えー、お客さんの声をあの大切にしたいと思っていますお客さんの声というのはこの3つです あのまあ、よく聞かれる話かもしれませんけれども信頼性が高くて安くて柔軟性があるこの3つを実現するためにロケットのこれまでの培われた技術を集大成するとそして、まあ、日本の得意分野の技術を融合していく宇宙だけではなくていろいろな分野の技術を融合していくということが必要だというふうに思っています。併せてててロロケットト技術をを未来にに伝えいいくこととが大事ですす実際にプロジェクトをしていますと この開発の現場ではですね、えー、かつてのエンジニアが今のエンジニアにどんどんと技術を伝えていく姿を私も目の当たりにし,、ま、しています、まあ、私はどちらかというとかつてのエンジニアなんですけれども、えー、とこのような、えー、目的ですで、えー、どのようなロケットにしたいかもう少し具体的にお話をしたいと思いますまずはこのロケットというのは20年間使い続けるようなロングセラーベストセラーを狙いたい したがっっっってってててててどどうううやや使成長させいいいくかかというのを今から考えていますでまた使いやすいロケットということでいうと取説を作ってから設計を始める日本の強さとか魅力を発揮するそしてとても大事なことなんですけれどもこの民間ビジネスとして自立をしていくこれはポイントとしてはこのロケットを開発して打ち上げて実際にそのサービスを提供していただく企業に 自らその使いいやすいロケットを開発してもらうこれをリードしてもらうということが大切で JAXA はそれを含めて設備もも含めてて全体をを開発をしいいるというものです、えー、現在の H2A ロケットと比べてみますと身長は少し高いんですけれども、えー、新しいエンジン新型エンジンを搭載するとか最大級の人工衛星が搭載できるようなフェアリングを持っているこういったのロケットに、えー、するということを考えています。 えー、コストという面でも非常にあの工夫をしています設計製造運用あらゆる面からコストダウンを図っておりまして例えば新型エンジン LE9 ですけれどもとても水力が大きいんですけれども全電化で制御するであるとかあるいは非常に重要な部品を 3D プリンターで製造するなどしてコストを落としていますまた、えー、実はこのロケットの数でいうと90%は車の部品を使っています また一品生産からライン生産にしていくであるとか、打ち上げにかかる要因を四分の一にしていく、こういったいろいろな面からのあのコストダウンを図っておりまして、低価格を実現しようとしています。目指す運用コンセプト、どんなイメージでこのロケットを運用していくかということなんですけれども、こちらに打ち上げ注文から打ち上げまでの年数であるとか、組み立て作業にかかる年数時間が書いてございますけれども、これまでの打ち上げのペースがだいたい このの年間ここようなペースですでこれに対してこれを全て半減することによりましてこれからのロケットの打ち上げのピッチというのはこのぐらいのピッチになると思います。これ自分で書いていてちょっとあの恐ろしくなってきているんですけれども <laughs> そういう状態です。また望むことを形にするというのはとても難しいことです。 これはまあエンジニアリングというものなんですけれども望むことの分析から始まって設計をまあロケットと設備からずっと製造までブレイクダウンしてそれを統合していくとこのような活動がまあロケットの開発の活動のまあ典型なんですけれどもこれがプロジェクト計画に移し込まれるとこのような計画になります。えー、設計ががああっっててエンジンジなどの開発があって そして総合試験があって打ち上げに至るとプロジェクトのスタートから終わりまでがこの黄色の三角で書いてありますけれども開発の状況ですが2556分の624これが我々に残された日にちです開発は7合目を過ぎていよいよ佳境に入ってきました、えーまあ、今はですねシステムが統合されたり試験が続いたりと 遠くに山の頂は見えたけれども道のりは険しいとこういう状態です時々私にはこのような山に見えることもあるんですけれどもあの毎日がコストスケジュール技術との戦いでやっぱりコミュニケーションであるとかそれからリスクをマネージメントするということがとても今毎日毎日大事なことになっています。はは技術開開発発だけででなくてて事業ののがまともなっていまっいすので あのマーケットインのタイミングをのぞ逃さないであるとか、まあ、種子島全体をすごく、まあ、使い心地の良いものにしていきたいというふうに考えています、えー、ずっと字でご説明していたんですけれどもじゃあロケットはできているのかなということで申し上げると、まあ、少しずつ形になってきていますエンジンの開発完了です 構造系これも同じく構造系第1弾メインエンジン種子島です固体ロケットブースターこれから先システムの統合はずっと続いていきます製造をして部品試験システム試験統合し総合システム試験と最後には種子島宇宙センターで実際のロケットを組み立てて燃焼試験まで行います このような試験が続いています動画をご覧いただきたいと思います 残された時間あとわずかですけれども、えー、みんなで力を合わせて、えー、成功に向けて頑張っていきたいと思います打ち上げの当日には1000点満点で笑顔を浮かべたいと思いますので、えー、これからもよろしくお願いいたします。うはありがとうございました。 きまして宇宙科学研究所はやぶさ2プロジェクトチームミッションマネージャー吉川誠より小惑星探査機はやぶさ2の最新の状況につきましてご報告させていただきます。はいえー、と皆さんこんばんこばは えっと本日はいらしてたいます本当にどうもありがとうございます。ではあのえっ、ー、とハイブサツーの現状報告ということでご、えー、説明したいと思います。でまずあの現状と言いますとですね、えー、まずはこれですね、えー。先週木曜日です。7月11日ついに第2回目のタッチダウン、えー、成功しました <laughs> あ。どうもありがとうございます。 えっとこの件につきまして最後にですねお話したいと思いますのでまずはハヤブサツ2のミッションの流れをですねご説明します。えっと、こうなるわけですけれどもえっと打ち上がったのがですね2014年の12月3日ということでもう随分前のことですねで小惑星到着が去年の6月27日なんですが これもなんか今思うと随分前のような気がします。えー、随分この時からですね、いろんなことがあってですね。まあこの後あのダイジェストで画像を見せしますけれども、えー、まあミネルバ2の1、マスコット、た第1回タッチダウン、えー、ショートスロそして今回の第2回と、えー、次々とですねミッションが終了してきました。であのハヤブサ2探査機そのものはですね、えー、こういうものでして、あのまあ。 オリジナルのはやぶさと大きさ的にはです、ね、ほとんど同じなんですがはやぶさの時のいろんな経験をです、ね、生かしてかなり改良型になっていますでそのおかげで今回です、ねまあ、ほとんど大きなトラブルなしにここまで来ました、えー、あの若干はやぶさの時のトラブルのようなものをです、ね、あの期待されていた方もいらっしゃるかもしれませんが実はトラブルなしで,です、ね、やってきております であのまあ、詳しい話はです、ね、今日は省略いたしまして、えー、早速なんですが小惑星到着の時からです、ね、ご,さご紹介したいと思いますでこれが、まあ、到着の時の写真でして、まあ、先ほどよりもちょっと人数少ないですけどね本当にこの時きはリュウグウに到着してみんなで本当に喜びましたでその到着した時の竜ュウグウがです、ねえー、これなんですねあのこれ誰も予想していいなかった駒形という、まあ えっとソロバンの玉みたいなですね形をした竜宮だったわけですね。ここにあの模型があります。えっ、ー、とこれがあのかなり精密にですねあの流鏑馬を型取った模型なんですが、まさにソロバンの玉ですね。でこれは普通この方向からしかお見せしてないんですが、実は上から見ると丸いんですね。これも本当に面白いですね。非常に綺麗な丸い形をしてます。 まあこんな天体をですねハヤブサ2がこの1年間探査をしてきたということになります、えっと、この形自体もですね非常に驚きだったんですがもう一つの驚きはですねこれなんですねあのこれ次から次へと、えー、どんどん接近をしてですね流宮の表面の詳しい様子を観察したわけですけれども どこまで接近しても岩だらけとこれは本当に驚きでした我々どこかにはです、ね、平らな場所があってもいいだろうと思っていたんですがそうじゃなかったということですねでこのことは同時に着陸が非常に難しいということになったわけですでさらに観測を進めてみますと、まあ、ここにいくつかです、ね、あの科学的な観測の例がありますけれども、えー、色が非常に黒いというのはまさにこれなんですね この模型真っ黒い色なんですが、本当にこういう色をしているということがわかりますし、えっ、ー、とこれですね、このこの色がまたカラー写真なんですが、あとこれがあの温度ですね、温度を撮影したものというわけでいろんなデータを取ってですね、今サイエンスチームがですね解析をしています。それからこちらの写真、まあこれが画期的ですね。あの表面に降りた小さなローバーミネルバ2の位置がですね撮影したもので、まあこれなんかは 太陽の動き、日周運動がです、ね、小惑星表面で見れたという世界初の画像ということになりますでその後、去年の10月ですがマスコットこれはドイツとフランスが作った小さな着陸機ですけれどもこれも成功しましてここにちらっとです、ね、あの今見えてますけれどこれは分離直後のマスコットで,でマスコット自身も、えー、たくさんの、ね、データを取って観測をしているということになりますでさらにこれがあのターゲットマーカーの10日ですね この白い点、これがターゲットマーカーでこちらはこのターゲットマーカーをはやぶさ2がですね追尾している様子で影がくっきり映っていますさらに、この写真ですねこれは小型モニターカメラこれは皆さんの寄付金によってですね搭載されたカメラなんですがこのように本当にリアルにですねまさに我々が流宮上空を飛行しているかのような写真もですね撮れました。問題はタッチダウン ですね、でこのリュウグウ、で凸凹だらけですので着陸する広い場所がないというでたあのプロジェクトメンバーでいろいろと議論した結果です、ね、最終的にこのたった 6m のです、ね、場所に着陸をしようということになったわけですねであの着陸の画像はすでにあの理事長もあのご覧お見せしてますけれどもこのまさにこの写真でして、えっと、この ここの紫の丸が直径6メートルの丸なんですがこのほぼ中央付近にですね着陸ができましたでこのあとどんどん下がっていってですねでサンプラーホーンが表面に触ってもうすぐに上昇するわけですがその時にスラスターを吹きますそうするとたくさんのですね岩が舞い上がったというこれもかなり想定外のことでしてこれ,ですねでこれを見てですね我々 サンプルが取れていることは確実だろうと思ったわけですねでさらに次の挑戦がこのインパクター衝突装置ですで今ここに出てきますがこれがあの衝突装置分離直後でして赤外線のカメラで撮影していますでこちらがここにエジェクターですね表面にぶつかった後、まあ砂されきが出てますがこのようにきちんとですね小,小惑星にぶつけることができましてでこれですねあのクレーターができたとでこのクレーターの大きさがですね まあ大体端から端までまあ一番長いところで1 5メートルぐらいあるというこれも想定外でこんなに大きなクレーターができるとは思っていなかったわけですでじゃあこの吹き出たですねこのクレーターから出た物質をえぜひ取りたいということでえと次のですね2回目のターゲットマーカーの切り離しを今年のですね5月末に行いましてこれもあの無事成功したんですねえとこここちらの写真ここにチラッと 一瞬だけですねターゲットこれですね映りますここに影がですね映るんですけれどもこのようにですねきちんと二回目はさらに精度よくですねターゲットマーカーの分離ができたということになりますでいよいよ二回目の着陸に向けてこの場所をですね調べるわけですけれどもとにかく でこれがクレーターでここら辺に降りようということになったわけですけれどこの拡大図がこれなんですがこんなに岩が多いと,、えっとこの3次元的なですねモデルもありましてこれなんですがこのようにですね周りには大きな岩があって、まあ、こういう岩にぶつかっちゃうと危ないわけですねでここに降りようということで2回目のタッチダウンですね行ったということになりますでタッチダウン運用そのものはですねこんな感じで まあこれ横軸があの時間で縦軸が小惑星からの高さなんですが上空30メートルで一旦ホバリングしたんですねでその後降りて上空8.5メートルでまたホバリングをしてあとは一気に下がって上昇したというわけでまあこれもあのちょっとハラハラしたんですがこのようにですねあの無事着陸できてあのこの黒く見えるところが あの着陸した後のですね。砂礫が舞い上がったところですね。で、今回このようにですね。やはりたくさんのものがですね。舞い上がったということで、まあ2回目の着陸もまあ成功しまして、おそらくですね。地下の物質も取れてるだろうと思ってます。まあこのような感じでこれまでですね。竜宮のことをえ随分。 観測ををししたり、まあ、いろんな実験をしてですね、まあ、こ竜宮の,の地図がここに書かれているんですけれどもここに書いた名前がですね書かれているところこれがあの重要な地形でこういったところをですね今サイエンスのチームが詳しくですね調べていますでいよいよ、えー、今年の終わりに竜宮から出発してですねで来年の、えー、年末にはですね地球に戻ってくるそうするとサンプルの分析ができますのでそうするとですねこの ミッションの目的であるこの地球の生命のですね原材料を探すということに我々進んでいけると思っていますというわけでここまで,ですね非常にうまくいってきたんですがこれも皆さんがいろいろと応援していた,だけるいただいた結果だと思っていますただまだ帰ってくるまで,ですねあのミッション重要ですので引き続き皆さんの応援をよろしくお願いいたしたいと思いますであの 今日お見せした画像はですね。あの、非常に多くの弱体化にですね。こういう多くの機関の方にあの協力していただいておりますえ、今後もですね。色んな方に協力をしていただいてさらにですね。このミッションをの最後の最後まできちんとですね。やっていきたいと思っております。はい、あのちょっと短かったんですが、あのご清聴どうもありがとうございました。 続きまして国際宇宙探査センターセンター長佐々木博士より月火星探査計画につきましてご報告させていただきますえ皆さんこんばんは、えー、国際宇宙探査センター長の佐々木と申しますよろしくお願いします 今まではですねまさに今進行中のプロジェクト2つのプロジェクトのご紹介でしたけども私の方はこれからの計画ですね月火星探査計画のお話をさせていただければと思います。2つのののプロジェクトの方は迫力のある映像とか 動画が紹介されてますけれども、私の方はあそういうものありませんので、口で何とかご説明させていただきたいと思いますので、うんえー、まあ頑張りますのでご容赦、えー、聞いていただければと思います。はい、であの国際宇宙探査と名乗ってるんですが、まあ国際宇宙探査の目標というのはえっ、ー、と月と火星になります。で我々これはなぜかと言いますと、国際宇宙探査というのがまあ国際的に協力して進める有人探査と。 それからそれを先行して行う無人探査この2つを示すものとしておりましてそうしますと今現状いけるところが月か火星かというふうに想定しているのでこういう月と火星というふうに言わさせてターゲットとさせていただいていますその中で我々が目指すものとしましては繰り返し出てできますけれども人類の活動領域の拡大ということが一つのテーマになります 1960年代にまず地球宇宙にですね人類が進出して以降1980年代スペースシャトル等で定期的に行けるようになり2000年代になりまして国際宇宙ステーションができて常時人間が宇宙にいるというふうに20年おきにですねどんどん人類は進出してきました。で今度2020年代になれば今度は地球圏から脱出するのが。 えー、我々の目標になろうというふうに考えていますのでそういう意味で月火星に向けての、まあ、人類の活動領域の拡大というのが一つの大きな柱になります併せて、えー、科学的にもですねハヤブサのようにあの小惑星を探ナタするというのもありますが、えー、月,月というのは地球に一番近い星で、えー、昔の地球をまあ保存しているそういう星でもありますまた火星は、えー、地球に一番似ている星で、えー ちょっと少しの違いで火星になってしまったということを言われてますのでこの2つを調べることによって太陽系特に地球の成り立ちそしてそういう生命を生んだ地球の環境がどうなってこうなっていったかといったところの解明に通じるというところも1つの目標になります。そして人類が活動領域を広げると新たに例えば砂漠で町ができるようにですね 新たな産業や市場が生まれてくるとそういうところもこの国際宇宙探査として目指していきたいというふうに思います、まあ、こうすることによって外に国際的に協力して進めることによって世界平和や教育人材育成そういったことにも貢献していこうというのが我々の目標になりますで我々はもう10年以上前から国際宇宙探査に向けていろいろな活動をしてきましたが昨年3月ですねこの、はい、東京で 第2回のの国際宇宙探査フォーラムというのが開かれましたこの時に40を超える国機関が集まってです、ね、月火星その先の太陽系の探査活動が人類の共有された目標であって各国の活動を最大限活用して持続可能な形で進めていこうということが東京宣言という形で発表されました。 そのこれをリードしたのが日本なんですけどもこういうことを踏まえてですね JAXA としては今まで以上に加速しようということで昨年来活動ししてままいりました JAXA としてどういう取り組みをするかという方向性なんですけれども将来はこういう月面での活動を目指していますがまずは月の探査を中心に進めていこうと。 そして、後ほど述べますが国際的に活動されている月集会の友人拠点ゲートウェイをうまく活用して月探査を行おうとそしてこういう活動にはやは JAXA の得意な技術で貢献をしつつ国際協力民間のいろんな力を使ってですね進めていこうということを考えています。さらにこれらの 技術を活性、ね、それから小惑星探査で展開することによって幅広く技術を進めていこうという考え方を持っています。でこれはあの山川理事長の方からもご紹介させていただきました国際宇宙探査のシナリオになりますが地球それから月火星この全体を見て考えていきますが。 月面活動をまず中心にと先に述べましたが10、えー、前に「かぐや」という周回衛星でまず月の表面を調べていってそれが間もなく月着陸実証という「スリムというミッションで着陸をするそしてその次には降りて移動して調べるようになるさらにはサンプルリターンで持って帰ってきて 最後には人が行って細かく調べるというこういう流れを今月面では考えています。でその月面を支えるために宇宙ステーションで培った技術をゲートウェイの集会にも参加をしてそこから月面の探査の支援をしていくそして月面で活動した技術を火星の探査にも適用していくと。 いでこの、えー、技術なんですけどももともと我々、えー、いろんな活動をしてまいりましたでここにありますように、えー、先ほど紹介しましたはやぶさ2、えー、サンプルリターンをする、えーまあ、日本独,独自の技術になります探査機ですけどもこ,この技術によりまして一、えー、つ、えー、火星探査にも貢献できるそれから家具や s l i の技術で月面にも進める。 そして国際宇宙ステーション、希望やコノトリ、こういった技術でゲートウェイや月の支援ができるといったことが考えられます。でこのあと我々としてはこの次のフェーズに進みたいと考えていて、ハヤブサ2の技術を使ってまあとあとスリムの技術を使って火星探査、そしてスリムの発展させて月での移動探査、月極域の探査、そして 宇宙ステーションや H T あの H T コノトリの技術を使ってゲートウェイを参加しつつコノトリの発展形態でゲートウェイの補給をすることによって月の支援をしていくということを今我々としては考えているところです。 でえー、と月、えー、近房有人拠点ゲートウェイの計画になりますけれども、えー、月の周回、えー、をする,するゲートウェイがありましてここに、えー、さまざあの国際居住塔というところ、えー、宇宙飛行士が、まあ、居住する場所になりますがここに、えー、この建設に JAXA、まあ、が貢献をしようと。それからこの 居住棟を維持するためにはいろんな物資を補給しなきゃいけませんので河、まあ、取りに発展する、まあ、HTBX を使った補給を考えるということでこの拠点ですけども、まあ、繰り返しになりますが、まあ、月を周回する拠点になってますけれども、えー、周回しながらですね今あの米国の方では2024年に 友人の月面着陸を提案あの準備を進めてますけどもその宇宙船宇宙友人の宇宙飛行士がまずはこのゲートウェイにこれがオライオンという宇宙船ですが宇宙船でこのゲートウェイに行ってですねそこからここについている着陸船に乗り換えて降りていくと。で降りてきてててききまた戻ってきて ここで乗り換えて地球に帰ってくるというような、えー、ミッションとして有人ミッションの中継拠点そして、えー、この飛行するあの、まあ、周回する中で、まあ、月面の活動がいろいろ行われる中でそこを、えー、通信の支援それから、えー、遠隔的に操縦することもできますのでそういうことで、えー、月面の探査活動を支援していくということも可能になります。 そしてさらにはこ,こ,この拠点を使ってさらに火星や小惑星の方にも飛んでいくことが可能ですのでそういう遠くくへ行くための準備ということも可能になります。でこのゲートウェイについては2028年完成予定ということで国際的に日本アメリカカナダそれからヨーロッパロシアと宇宙ステーションの3か国で今議論を進めているところです。 そして繰り返しになりますが日本は、えー、宇宙ステーションではできなかったその生命維持装置の、えー、技術を日本が、えー、ここで担うといったところでもう一ステージ、まあ、進んできたということとそれから、まあ、補給ミッションできっちりと貢献するということが期待をされていますで次が今度は月面の先ほど言いました月極域探査ミッションですが、えー これについては、えー、月面車を、えー、開発するんですけども、えー、その月極域南今南極を考えてますが南極のにおいて表面で移動してですね探査をすると。でこれ何をするかというと一つは水氷の資源としての利用可能性、えー、最近あのいろんなところで,です、ね、あの月には水があるんじゃないかというふうに言われてますが、えーまあ、氷の形で存在すると この水を使ってです、ね、電気分解をすることで、ね、酸素を水素に分けられこれが燃料になるとそうすると、まあ、月の周りのやそれさらに月の家に向けた探査において燃料がです、ね、あの地,地上から持っていかなくてもよくなるとそういう意味での、えー、非常に資源としての利用可能性がありますのでそれを確認しに行くということそれから月面を移動してさらに掘ったりですねあの、えー、夜をあ、えー 月の場合は夜が長いですからそれを超えるような越谷の技術といったところを確立してですね、次の月面の探査に進めたいというふうに考えていますで今目標としては2023年度に H3 先ほど紹介しました H3 ロケットで打ち上げを考えていますがこれについてはインドと協力をして進めていこうというふうに考えていますそれから「火星衛星探査計画 MMX」MM、ですが 探査機を日本が進めるあの打ち上げて、えー、各国の協力を得て進めていこうというふうに考えておりますが、えー、これはの先ほどのはやツさ2の技術を生かしたサンプルリターンのミッションになります。火星衛星ホボスダイモスとありますけれども火星衛星に、えー、到着してですねまず火星衛星の起源、えー、を調べるというのが一つのミッションで。 火星の衛星は将来火星の有人探査においてですね中継基地をことも考えてますのでそういう将来にに向けた調査も可能になりますまた火星から舞い上がったいろんなダストがついている可能性もありますので火星そのものの歴史というのも調べることができてですねそういうことで火星の起源や進化の歴史が分かるとともにですね先ほど述べましたように 同じ地球型の惑星ですので地球の進化についても知見を得ることができるだろうというふうに考えています。で打ち上げはやはり H3 ロケットで2024年度を目標に準備を進めてまして観測機器等においてはえ米国やドイツフランスえなどが参加してですね国際的に協力しながら進めていこうというふうに考えています。 でえー、こういう形で、えー、まずは、えー、一つ一歩踏み落とそうと思ってますけどもさらに持続的な月探査に向けてて、まあ、取り組みを進めていますで我々 JAXA として獲得してきましたのは、えーまあ、今日紹介しましたように輸送システムロケットを中心とした輸送システムそれからハヤブサツ2のような無人探査の技術、えー、これらにそれから えー、宇宙飛行士を中心として、まあ、希望校の取りかつあを獲得した有人宇宙技術というのがありますけれどもこれだけではなかなかこういう絵にはなっていかないということでやはり民間の,特,あの特に地上の産業で得意な技術、えー、移動したりですねそのあの、まあ、家を建てたり、まあ、住むようなそういったあの技術というのを合わ、えー、せ持ってですねこういうシステムを作っていきたいというふうに考えています。 さらに日本単独ではできませんので、まあ、国際力協力によって効率的に進めたいというふうにも考えています。でそういう向けてですね我々としてはこの1年間、まあ、国際協力や民間協力も何度もご紹介しましたのであの説明を省きますけれどもいろんなパートナー国際パートナーそれ民間パートナーと協力しながらさらにこの探査を進めていきたいというふうに考えています。 ご清聴ありがとうございました。それではこれより休憩とさせていただきます。シンポジウムの再開は19時15分を予定しております。お時間までにはお席にお戻りいただきますようお願い申し上げます。 会場の皆様に落とし物のご連絡がございます学生定期券の落とし物がございますのでお心当たりの方は受付までお越しください繰り返しご案内申し上げます学生定期券の落とし物がございますのでお心当たりの方は受付までお越しください それではシンポジウムを再開してまいりますここからの第2部は趣向を変えてパネルディスカッションでお送りしますタイトルは宇宙開発とサブカルチャー宇宙と創造力のランデブーです宇宙開発や科学技術のリアルな世界とアニメや映画 SF などのイマジネーションの世界がどのように影響し合い互いに刺激し合うのか 各界の著名人をパネリストにお迎えして。ディスカッションを通して、その接点を探っていきたいと思います。モデレーターとしまして。日本放送アナウンサーの。吉田久憲さんをお迎えしたいと思います。拍手でお迎えください。はい、吉田さんは。ニューギ、ニューコミプラスパーソナリティとしてご活躍中で。漫画、アニメ。 アイドル、落語など多彩なジャンルに精通しており、年間100本にも及ぶイベントの司会も務められております。ここからの司会は、えー、進行は吉田さんにお願いしたいと思います。吉田さんよろしくお願いします。 あの前半の立派な紳士たちからいきなりあのなんかどこかのあんちゃんが出てきたなみたいな状態になっていると思いますがあのここからはあの前半の,あの小揺るぎもしないプレゼンテーションとはまた逆に全く内容を本当に決めていないで始めさせていただくトークセッションとなっておりますのであのすいません皆さん、先ほどまでのすごい真面目なこうあの空気からちょっとバカになっていただけると非常にお付き合いいただきやすい。 そんなな後半になっておりますとということで私は本日の司会進行というかモデレーターというふうに今ご紹介いただきましたがこういったことでアニメが好きすぎるのでこちらのモデレーターとしてお呼びいただきました私立文系の日本放送吉田ひのりですすどうぞよろししくお願いいたします <laughs> それではここからです、ね、本日のパネリストにご登壇いただきたいというふうに思うんですがで、えー、と今日、なぜかこういう箱がここ置いてありますよね。 何かというと、えっと、今日のこの,あのシンポジウムなるべく砕けた空気で後半を行いたいというふうにご相談を受けましてじゃあ、あの上座とか下座とかないですよねみたいな話をして、えー、席どうしますって言われたんでじゃあ抽選でどうですかって言ったらいいですねって言われちゃって、えー、なんと、えー、抽選でくじを引いてもらって席順が決まるそんな特、えー,ーセッションということになりましたそれでは一番初めにご登場いただくのはこの方でございます。ジャクサ理事 宇宙科学研究所所長栗中一さんです。<あ>真ん中で弾いていただきたいと思います。お願いいたします。どはい。一番あ一番で,番でじゃそれでは一番の席におかけいただきたいと思います。どうぞこちらでございます。えまずはあの林さんツーおめでとうございますいろいろとあ会社だめで,ですね <laughs> そうですね確かに一番の人が増えちゃいます。あどうぞもうおかけいただいてお待ちいただいてもよろしいでしょうか。お願いいたします。それでは。 続きまして、ご登場いただくのは、ジャクサ宇宙飛行士の金井憲重さんです。よろしくお願いします。はい。着替えて、ご登場いただきました。はい、はい、じゃあ、お願いいたします。三番。あ、真ん中におかけいただきたいと思います。じゃあこちらでお疲れします。はい、ありがとうございます。さあ、それでは続いてまいりましょう。続いては。 本日のディスカッションのテーマでもあるサブカルチャーや想像力の世界に通じるゲストの方々です。まずは科学のお姉さんとしてメディアや全国でのサイエンスショーや講演で活躍中の美希さんです、はい。よろしくお願いいたします。 あ、はい、二番で、あ、じゃあお二人の間におかけいただきたいと思います。はい、すま結局こっちから詰めていくっていうね、感じではい、じゃあします。はい、ありがとうございます。お願いしまお願いします。いますはい、じゃそれでは続いていきたいと思います。続いてはマルドックスクランブルで日本 S.F. 大賞受賞多数の小説を書きつつ、ゲーム、コミック原作、アニメ制作と活動を広げ、複数のメディアを横断するクリエイターでもあります作家うぶかたとうさんです。うん じゃあお願いいたします番そして、えー、最後にご登場いただくのは「<laughs> アクエリオン」シリーズ「マクロ」シリーズなど数々のアニメーション監督企画原作脚本映像舞台演出メカデザインなどを手掛けられ世界中の SF ファンに多大なるインパクトを与えてきたビジョンクリエイターの川森庄司さんです。<music> そうですね、もうそのままそこにおかけいただくということで、はい、お願いしたいと思いますさてじゃあそれではあのこういった面々が揃うトークセッションっていうのは本当に非常に珍しいかと思いましてモデルさんも力強いわらせていただきますがまずあのすいません簡単に趣旨をご説明させていただきますとまずなんですけどあのやっぱり今宇宙開発の最先端にいらっしゃる方ももともとそのお仕事を目指すきっかけになったのが まあ、アニメや SF であることは決して少なくないでそしてあのここはあのクリエーターのお二人にお伺いしたいところなんですけれどもやっぱり何かをこうあの作品を作る時って現在のこう人類の知恵というのが作品に反映されてたりするんですよね。特に今の時代難しいのは <laughs>、はい、YouTube とかインターネットで最新情報がどんどん入ってくるんで、うんはい、昔はまだちょっとね 調べきれてなくてもごまかせたのがもうかなり厳しい時代ですよね。はいで。しかもあの、うん、調べて発表してられてるのにまた新しいのが発表されるからそうなんですよね。気に <laughs> がない。特にあの、うん、英語に苦手だと英語論文が早いんで <laughs> そこでちょっとタイムラグがあるんですよね。<laughs> 我々も頑張ってます。はい。ということは実際にこう作品を作るにあたって例えばそのなんでしょうね最新の研究結果だったりとかそういうものがあの作品内に反映されることか川盛さんあったりするんでしょうか。 あの作る作品によりますよね、はい、あの現代に近い近未来の作品とか現代を舞台にする作品だとものすごくよく反映するし遠未来になるとそこからどうデフォルメするかただ知らないでやると嘘になってしまうんで知ってて嘘をつくっていうねその加減がすごく難しいですよね世界観次第になりますね。あの前半の,あの今発表ももう皆さんも一緒に あのご覧になっていらっしゃったわけですけどもう特にこう月とか火星の探査の話なんてもうあのままアニメ作品出てきても全然不思議ないなと思ったりするんですが、うんあのー、どうですか絶対プロデューサー的にもうちょっとこのあの爆発が欲しいとか。そこなんですよねあのー <laughs> なんだろう特にアニメーションの場合派手さが欲しいって言われるケース多いですよね。絶対人を放り出せって言いますよね。あの実写だと実写だとそのドラマのとことかこのちょっとしたミス危険が危険に見えるんだけどアニメって大体死なないって分かってるっていうね。うんうん、あの痛みを感じにくいメディアなのでそこがすごい難しいんですよね。うん、アニメだと絶対早草をなんで人が乗ってないんだって言われるんですよ、ね。あそう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 いうことありますね。うん友、うん、人ミッションにしやすくなるかでも。 ちょっとその辺の今日すごく刺激を受けますよね。よねあの火星探査とかっていう話が本当にこの現場で皆さんと一緒に。こう聞けたりとか、実際ハイブソンね、本当に小学生に立ち段の映像の。まんま。ね、プロジェクトの方から解説受けるっていうのが。同じ映像見ててもちょっとドキドキ感違いますよね。すごいなんかこう、ネタの方向のような。そうお金もらっていいのかなっていう。<笑><笑> 今もうすでにお二人の中では何かこうクリエーションのサイクルが回り始めている感じがするんですが一方で先ほどもお話をした通り、あり今、最前線にいる方もご自分のまあ子供だったり少年時代にそういういうサブカルチャーやアニメーション SF から影響を受けてるんじゃないかと思うんですが国中さんにお伺いしたいというよりもちょっと調べさせていただいたところなんか宇宙戦艦「ヤマト」についてコラムを書いたことがある。 ドラマを書いた。ドラコラムを書かれたことがあるという。コラムはい、文章を書かれたの。書きましたっけ。お分かりませんけれど。本当ですか。子ど <laughs> もの頃、まあ、に何かちょこちょこ出てきてるかもしれませんね。<れ>ちょこちょこ出てきてるかも。はい、あの子供の頃好きだったのってやっぱりそういう作品なんでしょうか。はい、あ、まあそうですね。えー、っとちょうど子供の頃でしたので、の宇宙戦艦ヤマトはよく見ておったと思います。はい、であの宇宙戦艦ヤマトを見ている頃は、将来えっとご自分がその宇宙開発の仕事に携わると思っていらっしゃったんですか。 ま,あまだ小学校、中学校ですから、まあ、そこまでリアルには思ってなかったと思いますけあ中学、高校ぐらいになった時には、はい、まあいよいよ大学の進路を決めましょうという,ような時には、はいえー、宇宙工学っていうのをやってみようかなと思ってました、まあ、本当に人工衛星作ってみたいなというのが動機ですそれでやっぱり子どもの頃にそういった作品た見てなかったら思わなかったかもしれそんなイメージやあの未来を設定することはあったかどうか分かりません。 とと思えないですねねきっとね、はいうん、でそして、まあ、今まさにあの、ね、人類初のミッションを率いる方になられたわけでもうちょっとあのこのタイミングですけど改めておめでとうございますと申し上げまい、ね、ですよね <laughs> ご心配をかけまして <laughs> 大変申し訳ありませんでした、はい、でそしてじゃあちょっと五十嵐さんちょっとお待ちいただいて金井さんなんですけど、はい、金井さんもやはりこうあの何か影響を受けた作品とかそういったものはおありなんですか そうですね私も子供の頃からアニメとか SF とか大好きでしたけども、はい、まさか自分がね宇宙開発の現場にこう入るとは思ってもいなかったですねしかもあの宇宙開発の現場を超えて、はい、宇宙空間に滞在したわけですもんねそうですねまあ,あの宇宙空間私はたまたまねあのそういう役目を与えられて任務を与えられて宇宙に行かせていただきましたけども、まあ、宇宙開発という点では私も JAXA の一員として JAXA の一人としてあの。 宇宙に立ち向かってますねあそのそのチーム戦での,その最前線にいらっしゃるみたいなイメージそうですね、まあ、本当にあの宇宙開発の世界って、まあ、日本もそうですけど、も人類が、ね、いかにしてその宇宙にあの活動領域を広げていくかっていう、そういう、まあ、夢がある世界で、あのまあ、私はあの自分のこう与えられた任務の中で、まあ、頑張ろうかなというふうに考えてます。 で、その原体験にあるのがこちらも調べると、あのオネアミスの翼っていうですね。はい、はい、あの堀口中、軍オネアミスの翼っていうアニメがあって、それをあの少年時代にご覧になったとそうですね。まあ、その時にはね。あのまあ,あのえっと宇宙軍というね。架空の国のまあ、宇宙を目指す。そういう組織の。 ダメだった宇宙飛行士というか、まあ、エンジニアが、まあ、いつの間にかこう宇宙開発のを引っ張って最後は自分がロケットに乗って宇宙に行くというそういうストーリーなんですけれども、まあ、子どもの頃に見ててまさか自分が、ね、同じように、ね、その主人公と同じようにこうロケットに乗って宇宙に行くとは思っっても見見なかったですね、うん、でしかも今見るとなんかそれがいわゆるこうあのソユーズ型にモチーフをとっている。 確かにね,すねえあの今になって思い返してみるとあのすごくそのアニメーションのデザインがロケットのデザインが本物の、まあ、私が登場したソユーズ宇宙船という、まあ、ソユーズロケットというロケットに似ていてあのそういう点でもすごく何か,、うん、か感じるものがありますねうまく言えないですけどもこうあなんか宇宙飛行士だよ。 っていう、まあ、自分のことなんですけどもあの <laughs> <laughs> 考えがありましたね、はいうん、主人公はねシロツグっていう主人公が高宇宙に飛んでいくそういう物語なんですけどあの非常に近しい立場に将来立たれてそこに運命みたいなものはちょっとあるのかなって気がしますがそしてあ五十嵐さんにちょっとすみませんお待たせしちゃいましたけど五十嵐さんは今お子さんたちに対してショッピングセンターとかいろんなところで科学,、はい科学 教育っていうんでですすかねそうですねそまずここにいらっしゃる皆さんがその、ね、素晴らしいあのご登壇者の皆様はねなぜ私がいるんだみたいな多分 <laughs> はてなマークにな,なってると思うんですけれども今私は全国各地であの子どもたちに再演唱をしておりましてそこで宇宙のテーマとかを扱ったりとか、はい、させていただいてます、まあ、ただこう、ね、皆さんと比較してすごく宇宙事情の専門というわけではないので,で今日生配信もねあのされているということなので。 そのまあ、興味はあるとっても大好き。 でただ、すごくもっと知りたいなっていう人の代表として今日は、はい、ここに来させていただきましたということだけ僕も全然こう理系の難しいことがわからないままここに座らせていただいてるんですけどあのこれはぜひ国中さん、金井さんにお伺いしたいんですがあのとてもじゃないけど専門的なお仕事に携わるほどじゃないけど宇宙が好きっていう人たちがあのこういうところでなんかいい感じだよねって喋るのっていうのは。 あのなんか素人口出すなって感じなんですか、それとも、とも楽しくぜひともあの <laughs>、はい、宇宙科学、宇宙開発を応援していただければと思います、はい、まず、興味を持ってあの見つめられるっていうのは、どちらかというとプラスの気持ち。ままあ、われわれを見て,見てもらうというよりは、われわれのやってることを見てもらった方がいいと思いますけれど、あそれはやっぱり金井さんも同じことは考えられます、まあ、私もねあの宇宙飛行士といって ね、偉そうにここに座らせてもらってますけどももともとはあの医者をやってましたので、はい、あまり宇宙開発とかかよよく分かってないんですよね <laughs>、まあ、そういう, <laughs> うあのどちらかというと五十嵐さんと同じポジションであ<の> <laughs> 普通の,あの、まあ、社会人をやってたんですけどもたまたまあの手を挙げたら選んでもらえて宇宙に行かせてもらったという、まあ、そういう立場ですからそういう点ではあの会場にいらしてる皆さんと基本的にはあの宇宙開発応援しようっていうそういう気持ちであるとか何が今 起こってんのかな白そうのを面,白面白くするともう誰だって一番初め特にね五十嵐さんが相手されているお子さんとかはもうあの宇宙の素人というか知らなくて当たり前で、はい、その知らないところからいろいろ階段を上ってきて最後のこう国中さんや金井さんみたいなところまでたどり着く方がいらっしゃるってことなんで今日はあのその辺太陽のイベントだということだけ皆様分かっていただけるとありがたいなと思うんですが。<laughs> で今あのこう少年時代のことであの国中さん、金井さんお伺いしましたが女性、男の子は大体宇宙好きですよ、みんな。<laughs> わかんないままガンダム見て最高みたいにみんな思っちゃってるんですけど、えーはい、皆さんも今すごい頷いていらっしゃいましたね五十嵐さん、まあ、女性だと子供の頃、はい、まある意味は好きだと思うんですけど、はい、どういうふうなもの作品が好きになってどういう触れ方をそうですね今日もねすごく女性の方もたくさんいらっしゃるので,で、ね、もしかしたら同じ方いらっしゃるかもしれないんですけども、はい、私はあの「セーラームーン」を見まして。大きな意味では、はい 天体ものですも,いやでもそ,こそこでね登場人物の皆さんがやっぱり惑星の,あの、ね、こう名前だったりとかであれ聞いたことあるのなってあんたとこから入ったりとかあとはセーラームーンがですねあのムーンスパイラルハートアタックっていうです、ね、超高速回転して技を繰り出すっていうのがあるんですけどもそれがですねあの真似したくてですね、まあ、そこで、まあ、あのエクササイズ用の こういういい回転台あるじゃないですかでそこに、まあ、ちっちゃい頃乗ってどうやったら宇宙であんな、ね、高速回転の技繰り出せるんだろうかって言ってずっとぐる,ぐる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 ってこう回ったりしてたりとかしたので<っ>、まあ、その頃から、ね、そういう影響をやっぱ とってもそういうね、あのアニメとかって、受けるなと、<laughs> はい。なんか、すみません、はい、っていうのは、はい、もちろんありました。<も>はい、その確か、あの東大の大学院まで出られて、物理の研究されてるわけ。あ、あ、そうですね、はい、ね、一応、はい、物理の、はい。あの宇宙空間で回転することで可能。あ、という、あ、そうですね、で、そういうふうに、まあ、ちっちゃい頃に、はい、まあ、仮説を立てる。っていうことで、あの、まあ、こう影響を受けたっていう、はい、はい、ことはありますね。どうやったらいいんだろう、まあ。ちなみに宇宙ステーションでは、あの。 くる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 ずっと回ってられますそうなんですよそうか成功ないのでだからもうこういうの本当に今ねあ聞けたらまたさらに好きになっちゃうっていうその感じですねあの宇宙でも目は回りますねこれ不思議なんですけどそうなんですかくるくる回ってると目が回ってきてだんだん気持ち悪くなってくるんで程よいところで止めるのがおすすめですあ、そうなんですねこういういの欲しいんですよねリアリティがねこれが素晴らしいんですよくるくる回るまではれに書いて でもなんか想像でそうそうそう。だ確かに、うん、そかそういうところで確かにアニメの描写とかに繋がっていったりとかされる、ねうんうんうん。そういう、はい、あのあまりかっこよくない絵にならないリアリティって重要なんですかね。<laughs> 大変重要です <laughs> <laughs>。生の無重力体験がお欲しいのとあとあれですね我々はいつ行けるんですかね。 福 <laughs> 先生 <laughs> 今日あのすみません、もう大体整理してもうお分かりだと思いますが、あのクリエーターは新しい技術とかあの現象とか、そこであの体験したことに対して興味津々なんですよね、皆さんね、これでできた作品で宇宙開発の裾野のが広がっていくというサイクルが回っているはずなので、このサイクルが回っているところを実際に今日見ていただきたいということで、あの今みたいな話になります。<laughs> なので、えっと、つまりは宇宙開発で、生方さんはやっぱり、宇宙行きたい行きたいですこれ でどちらかというと栗中さんに答えていただくのがいいんですかやっぱりあの最初はどんな分野もアドベンチャーじゃないですか、はい、特殊な人間だけが行ってきて帰れるかどうかわからないとでそれがだんだんエクスプローラーになるわけですエクスプローラーってどういうことかというと一般人が行けるようにするってことなんですよね用意する探検して探査して調べていくとだからあのそろそろ我々が行く順番なんじゃないかとずっと思ってるんですが。<laughs> つまりただ訓練をする気はあまりないってことでそんな暇がない暇の問題暇の問題では訓練そのもの自体はもうちょい短ければちょっとやってみたいんですよね昔は自動車に乗せてもらうだけでもある種訓練が必要だったんですけど今はいらないわけですね飛行機もそうだったヘリコプターもそうだった宇宙船もきっとそうなるだろうと思ってですねずっと待ってるんです まあでもあのぶっちゃけてしまうと私あのミッションの前2年半ぐらい訓練しましたけどもそれはプロの宇宙飛行士として宇宙船を運航するための訓練であったりとか宇宙ステーションで緊急事態が起こった時にどうやって対処するかっていうそういった訓練で無重力で生活するための訓練って やってないですし、そもそも練習できないですよね。で、私あのびっくりしたのはあの宇宙でね。初めて行く時に、うん、こう寝るのをちゃんと寝れるかな？とか、ちゃんとご飯食べれるかな？とか、うんうん、トイレ使えるかなとか。すごい心配してたんですけども、うん、全然問題なかったですね。<っ><の>本当ですか？人間の体ってあの重力環境下でね。もう生命って進化してきたんですけども、うん、あの無重力に適応できるだけの。 その調節力というか柔軟性を持ってるんですね<ー>そういう観点では訓練ゼロで宇宙行ってもあの十分宇宙を楽しんでくることができると思います。あのー、そこっってやっぱすすごいですよねだから人間の持ってるポテンシャルがすごいなと思うのが、うん、宇宙開発の意義とかいう以前に人間は宇宙に対応できるように最初から設計されてるっていうかもう準備されてる、うん、用意されてるってこと自体がなんか生命体としてすごいなと思いますよね。 あなるほどじゃ重要な訓練はもう先生方よのプロのプロフェッショナルにこう任せられるそうですねあの、まあ、旅客機も、ねうん、パイロットはちゃんと訓練を受けて旅客機を操縦してくれますけども乗客は、ねはい、それを知っている必要はないですよね。ああ あのますます僕の持論が正しく <laughs> <laughs> なってきましたじゃあだとするとこの中で、まあ、開発というものに一番携わってらっしゃるのは国中さんだと思うんですがあのかたさんどこまでで行きたいですか <laughs> もうね老後はね火星に打ち込んでほしいんですよね <laughs> 打ち込んでほしいあ<ー>あの帰ってこれなくていいので老後なんでえーっとじゃあか方さんを火星に打ち込むとしまして <laughs> <laughs> 打ち込むとしたらいつ頃まで長生きしていただければなかなか難しいですね <laughs> 火星に行くまでも大変です、うんえー、だ,だ,だいたい10か月ぐらいかかると言われてますので、うんえー、その間、まあ、放射線に、うん、の対応というのは非常に難しい課題の一つになります。それから、まあ、火星に行っった後どうやって生活するの 空気はどうするの？食べ物はどうするの？って話ですよね。うんうん、で、それも大変大きな問題ですね。で、今弱、JA、さとして取り組んでいるのは ISRU 技術。ISRU っていうのはインサイト中リソースユーティライゼーション。はい、その場資源利用。<laughs> つまり月であるとか、火星にはまあ岩石があって、もしかしたら氷がや水があるかもしれない。はい、先ほど前半の発表でもありましたよね。はい、え、それそうですね。それをつまりまああの。 品位の低いあの精,あの精錬されていない、まあ、混ざったものからどうやって有用な物質を取り出してで人間がそれを使って現地で自活できるかっていう技術をどうやって弱 a として獲得するか、はいでまあ、今のところはスペースステーション大昔今から50年前アポロ11号が月に行った時は、はい、全部背負っていったんです水から空気から電力から。 ところが今、ススペーステーテションあの金井さんが言ってきたスペースステーションは水や食物や呼気、空気です、ね、は地球から持っていきますけど電気は現地で生産していす<ー>太陽電池を使ってその場で電気を発生させているわけです、でこれがまあ小さな一歩な,なわけですけれどもさらには今申し上げた水や食物や呼気、空気をもう現地で生産する。 そうすると全く地球から紐付けされていない独自の文化生活圏というのが得られるわけですそういったものを獲得しようというのが今 JAXA が目指している一つの方向性技術開発の方向性ですそうすれば月に高級的もしくは火星に長時間滞在生活することができるあの今回、ま、JAXA の大目標があるとするとあのはやぶさ2が。はい あの探査する小惑星って、はい、小学生で無数にあるわけじゃないですかはいろいろ、はい、ありえたんですけどそのリュウグウを選んだ理由というのには、はい、ISRS でよろしいでしょうか、はい、ISRS 的な視点っていうのもあったんですかえまだこれからあ、うん、はやぶさ2が来年帰ってきてどんな物質であのリュウグウができていたかというそのデータ移管ですけれど。 まあこれは私の妄想ですあのじあの、科学的な根拠はありませんけれどこの日からちゃんとしたジャーナリストにいはやぶさが言ったリュウグウは先ほど吉川先生がお見せしたように真っ黒な天体でした、はいはい、なんで黒いかというと炭素がたくさん入っているからです、はい、炭素、つまりカーボン、つまりあれは石炭かもしれない、うん、あおおそしたら酸化剤があれば燃えるわけです、はい、エネルギーが出てくるわけです。 燃やせるんですかかもしれないかもしれないですけどそうすると何が起こるかというと人間の19世紀の歴史には産業革命っていうのがありましたよねあれは石炭を燃やして人間がエネルギーを自在に使えるようになった時代なわけです今は石炭じゃなくて石油を使ってるわけですねらには原子力を使ってるわけですけどもしも竜宮が あれが石炭だったならば、はい、宇宙でこれから産業革命が起き,起きるんです産業革命若干戻っていってまた全米は19世紀からやり直す <laughs>、はい、あそれを言うと<ー>今宇宙探査というのをやろうとしています宇宙探査というのは太陽系の星を1個ずつ調べようとしているはいうん 人間も宇宙探査地球の探査をやった時代があるんですよ15世紀16世紀に大航海時代宇宙探査の時代というのがあったんです今僕たちは宇宙での探査地球の歴史の15世紀を今やり直している谷中さんはコロンブスみたいなそうういいことでです。す。や、みんなが人類が今宇宙で地球の歴史を15世紀からやり直しているそう でもうすぐしたら19世紀になって宇宙で産業革命が起こるかもしれない、うん、とすると石炭で実現できるものが宇宙空間でまずエネルギーを取り出すことができて、はい、エネルギーがあればそのエネルギーを太陽電池じゃなくて、えー、み欲しい時に欲しいだけエネルギーが取り出せてそうすれば工場を作ってさっき言った ISRU 技術でその品位の低い土砂から有用な金属や水を 精錬ししてて取り出して、はい、で長時間宇宙で生活するっていうことも、はい、まあ決して夢ではないあもしこれ石炭だったとすると銀河鉄道3ライほうがその通りです, <laughs> りです多分半分ぐらいの人それ思い,した、ね、<laughs> 思いますよね思いますよね蒸気機関蒸気機関のね宇宙蒸気機関みたいなもんですもんね、まあ、蒸気にするか別としても <laughs>、うん、あの、うん、すいません 川森さんがいろんな作品を作るときにメカデザインもすべてなさる川森さんからすると動力は何だろうみたいなことっていうのは動力はやっぱりすごい気になりますよね。特に宇宙ものだとその化学燃料も、ね、固体ロケットなのか液体ロケットなのかあと推進剤が何なのかっていうのはすごい気になって。 あの、それこそ、こう、遡っちゃっていいですか。例えば、あの、はい、ガンダムとか見てるときに、あの、推進剤タンクがついてないのが嫌で。勝手に同人誌でつけて。それが後に採用されるっていうね。お <laughs> <laughs>、あれ、推進剤ないと困るんじゃないかとかね、そういうふうに思うわけで。うん、先ほどもおっしゃってた、その、ええ、あの、本当の知識と作品の間の,このそ。そうなんです。よ。の微妙なところっていうのが面白いところで。うん。 今みたいにでもその宇宙開発といってそのイオンエンジンがありまあ原子力電池とかいろんなのがありながら石炭というところはちょっと今、めちゃめちゃ刺さります。<laughs> ですよねやばい、カーボンって夢がありますからね、ね我々のこね由来じゃないですか、我々自身もカーボンでできているわけですから、うん、これは新しい時代ものが生まれるんじゃないですか。 刺激的になりますよね金井さんが今、ニコニコしながら聞いていらっしゃるんですけど、はい、あの今、このお話を聞いているともしかしてあのジャックさんの中で皆さんはこういうレベルのお話というかレベルと言っていいのか分からないですけどこういう想像力を持ってお互い現場でお話しされたりしてるんですか <laughs> 国中所上はやっぱり素晴らしいイマジネーションと発想力 特,特別に素晴らしいと思いますけども <laughs> でもやはりね JAXA の職員ってみんな SF 好きでアニメ好きでっていう方多いですよね、はいまあ、そういう人たちと一緒に仕事してるとやっぱりこう新しい、ね、それこそ発明であったりとか開発っていうのが進むのかなってあの今この場にいてもそのように感じますねああであの今、はやぶさんの話で例えばそのこれは井浦さんにお伺いしたいんですけど、はい、今、お子さんと直接。 ね、いろんなこう再演賞とかで触れてるわけじゃないですか。はいそうですね。あの、今年のもう前半、はい、本当にさんの話題多かったと思う。いや、本当そうですね。す実際に再演賞でも、<お>あの、はい、早朝扱わせていただくことがあったんですけれども。はい、写真をね、ちょっとちらっと、こう、みんなで見た時とかに。 はやぶさだって言ってやっぱりみんなもう本当に子どもたちみんなも反応して、えー、すごいやっぱりあの宇宙ってもうこうだ誰でもというかもう本当にこう世代問わずずっとみんながこう夢を抱いているなっていうことははいすごく感じましたね。よく話題に出るわけですよね。はい、だけどその先に「ね、はやぶさ2」が行ったのは竜宮っていう場所でっていうぐらいまではみんなそうです、ね、説明すると思うんですけど。はいその 硫黄が実は炭素でできていてみたいない。本当ですよね。もう速攻伝えたいと思います。はいもう <laughs> はいもう本当そうですね。<laughs> えー、私もえっと以前その地球上でその無人島でもう本当何もないところでそのあの地球にある資源だけで。 科学の力だけで1週間生き延びてくださいっていう番組の企画があったんですけれども <laughs> そこでそれで出られたんです無人島で1週間科学の力で暮らして帰ってきたいやそうなんですよそこにある資源だけで生き延びるっていうことがありましてその時に私たまたまシャープペンシル持ってたんですよだからいわゆる炭素持ってたんですよな,るほど、ね、なのでそれをショートさせて 火を得たっていうのがあって、それで一週間生き延びたっていう経験があるので、炭素って聞いてもうありますすごい嬉しかったです。今ここには炭素ファンが揃ってる。<laughs> <laughs> <laughs> じゃあその炭素があれば相当人類の活動領域が外に広げられる可能性があるとあそ。その通りですね。そのまあいわゆるプラスチック。 もうあれた炭素を中心にできているわけですから、はいまあ、もちろんその最初は簡単なものかもしれませんけれど炭素をうまく使いこなせればあの宇宙で有用,有用なものはどんどんできる可能性はありますただ、まあ、まだまだそんな技術は我々に収めてはいませんけれどあ他に、あのー、今こう、まあ、リュあグ宮からサンプルをこれは持ってくることができる、うん、しかも表面のものだけではなくうん、うん、その中にあって宇宙船の影響を 受けててないものがこう戻ってくる、はい、でもまだいろんなことを可能性として言われてると思うんですけどあのその炭素があったらこれができるまず一つじゃないですか他にどんな成果を、はい、あの期待されてる一番我々が着目しているのは、はい、そのリュウグウの中に有機物を発見することです有機物というのは、はいえー、もっとはっきり言うとアミノ酸級の有機物ですこの地球に たくさんの生物我々も含めて生物がいるんですけれどこの生物は一体どうやって発生したのかというのはまだよく分かっていません、えー、最新の科学研究によると我々を構成しているアミノ酸は宇宙から運ばれてきた可能性が高いと言われていますで実は望遠鏡で覗くとアミノ酸のひ光はたくさん見えますあの光はアミノ酸がはし発生している光というのが実はもう見えています これを聞いた瞬間に川森さんの目がちょっと輝いてるんですよ<え>。<laughs> いややでも本当そう宇宙から来た説っていうのは本当に10年20年前ぐらいだと割ととんでも論で言われてたところが、そこに信憑性が出てきてっていう。その過程を味わえるのがすごい嬉しいですよね。あの、恐竜の話がね。鳥になってくるのと同じような。なんかこう。自分らが子供の頃に思ってた。説がどんどん書き換えられていく。その快感っていうか。 あのそのアミノ酸の光がじゃ見えているのですかう、ね、その遠くにあるアミノ酸が一体誰が地球に持ってきたの、うん、っていうのが大きな問題なわけですね、はい、最初地球ができた時はすごいあの火の玉みたいな熱い岩石だったので、まあ、あの有機物とかはみんな溶けてなく,なくなっちゃったはずなんですで地球が冷え固まった後に誰かが持ってきたであそれからその時はですね熱いので 海ももなななかっったし大気もなくなってたで誰かが水と大気それから有機物を誰かが運んできたその運んできたのが小惑星や水星ほうき星それから宇宙の塵というのが降ってきてそして、えー、地球に水をもたらして海を作りそれから揮発性ガスが大気を作りそしてそこにさらにアミノ酸も入っていてでそのアミノ酸が発達して進化して我々のような生物になった。 という仮説パンスヘルミア説って言うんですけども、はい、これを日のあのの証拠を見つけることがハエウサツがもしかしたらできるかもしれない。これが来年の12月に。あ,あ、そうですね。で、今<き>もうちょっとお話していいですか。あ、ぜひぜひ今地球の中太陽系の中で、はい、どうやって。 そういった水や有機物が運ばれてきたかということを一生懸命研究しているわけですでもしかしたら火星にも昔もしかしたら今も生物がいるかもしれないさらには土星のあ、えー、惑星や木星の水星ユーロパに地下に海があってそこに生物がいるかもしれないと考えている科学者はたくさんいますでそこにどうやって進出してそ,そういった太陽系の生物を調べるか探すか とということは非常に重要な課題ですそれからもう一つですね、はい、今、望遠鏡で一生懸命、隣の星を調べてるんです、隣の星、え太陽の隣の星、隣の恒星とですかあ、そうです、ねはい、隣の恒星たくさん星がありますね、夜の空を見上げると星がたくさん見えますけれども、あれは遠くにある太陽です、はい、その太陽の周りにいよいよ惑星が見つかり始めました。 そんなに遠くないところに。いや、めちゃ遠いです。めちゃ遠いです、えー。あの、えー、あのー、まあ、<laughs> 隣の。感覚が <laughs> 多分あります。はい。まあ、十<対>年とか。距年とか三十年とかかかる、ちめちゃはる、遠い。ですけど。二十年、三十年。年はい、めちゃ遠いんですけど。はい。隣の星に、惑星がたくさん見つかり始めてきました。はい。 今までは見つあっ、ね、そうなんですかでその昔は大きな木星球のでっかい惑星しか見つからなかったんですけどもいよいよ地球型の惑星も見つかり始めました<ー>っていうことはでハビタブルゾーンっていうんですけどその太陽から遠いと寒いので住めないし、はいはい、近すぎると暑いのでまた住めないだからその太陽星のちょうどいい場所に地球型の惑星を見つけたらもしかするとそこに なんかいるかもしれないという可能性は前に比べるとだいぶ結構高くなってきてますってことですよねでなだから今太陽系で私たちは生物を探そうとして調べようとしている、はい、その究極は隣の太陽にいる生物とお話をしたいからですうーんこれもうすいませんこの瞬間に多分クリエイターは2人が黙ってないこれをですね、まあはい、広い意味でのアストロバイオロジー宇宙生命学 生物学かな、はい、そういうのを今世界中はもう作ろうとしています、まあ、学問としてアストロバイオロジー,ーんふーんって素晴らしいですいもうね我々むしろ黙って聞いてネタにしよう <laughs> まずこれあれでしょう今あの <laughs> どこまで喋ると新作のネタが出てしまうみたいな <laughs>、うん、あのもうあのー、いやむしろね今下手に口を挟みたくないなと思って湯水のようにネタが溢れてきてるの、うん、せっせとこう、うん 組んでるところだったんですけれどだ若干あの、えー、お尋ねしたいことが2点ありまして、うん、1>, 1つは,ではその小惑星が持ってくるアミノ酸はどこから来るのかということですね、うん、どこで生まれるのかというのと、うん、生命は必ずアミノ酸から生まれるのか、うん、あるいは他の物質からも生まれないのかってこの2点ずっと疑問だったんですが、はい、何かお考えはおありですかえ多分宇宙が できたときに、あの急激に膨張して、いろんなものがあのくっついて、うん、まあ凍結って言って、まあ、はい、あのできた瞬間に固まってしまうんですね。だから、ある瞬間に、アミノ酸というのは、普遍的に宇宙の中にたくさんある。うん、う初期からあ,あって、で、それが。太陽の周りにコンデンスして、うんうん、いろんなところにある。 もちろんその濃淡はあったと思いますけれど<ー>で,ですから結構宇宙には普遍的にアミノ酸があるということですよね。宇宙のというかアミノ酸を使うことが生命の唯一なのかっていうのがすごく深淵な難しい問題です、うん、実はたくさんの種類のアミノ酸があるんですけれども地球の生物はそのうち10種類しか使ってない<ー>で、えー、と右手手系、左手系左、はい、あの。 鏡のような状態で2種類あるんですけどその片方しか使ってない生物はなぜかたくさん両方の形式があるのにかかわらず10種類だったか20種類しかか使ってないだから逆に言うとあもう少し生,命生物学っていうのが、まあ、学問としてありますよねしかしこの生物学っていうのは多分地球の中の中ローーカルルールなんです例えば数学とか物理だとか化学とかありますけどこれは多分 宇宙中で通用するだって万有引力にしても物理にしてもこれは多分隣の星でも通用するはずだけども、うん、僕らの知っている今の生物学は多分地球でしかわからない通用しない、うんまあね、もしかしたら火星にも通用しないかもしれない<ー>で今アメリカが行こうとしている土星のタイタンという星にはメタンの海があるんですよ。 多分私たちででは理解できなないい生物かもしれないすごいですねなんかもう今浮かんでそうですけど、うん、あ,あとなんか、あのーうん、今でも地球の中でも割と地下の深いところの岩石の中にいる生物がどんどん発見されてるって話を聞いてると海でスタートしててももう海なくてもそういうところで適応できてしまう、はい、でそれが下手すりゃ地上の生物よりも多いんじゃないかって話までなんか聞いたことあるんですけどもそう,、ね、そうなると。はい どの星にもチャンスあるってことに。そういうことになると思います。ですよね。はい、以前水がさってなくなってもそこで教えられるっていう。おっしゃる通りす。すうん、あのサクらを聞いてるとカ森さんがあの知識のアップデートがすごい常にされてるなって感じがするんですけど、普段どうやってそういう知見は集めてるいや全然アップデート遅れてますよね。先ほどの見ててもすごい刺激になるし。アップデート早すぎるというか最先端の方だと思います。いもう本当、はい、あのなんだろう。 仮説の段階が結構好きなんですよ、はあうん、検証される前ぐらいの話が結構好きで,でそれがどっちなんだろう本当かなみたいなだから先ほどもちらっと言った恐竜が鳥になるならないの本当に初期の頃からどっちだろうって話がすごく面白かったし、うん、先ほどの,そのアミノ酸の光がたくさん見えてるっていうのも。 見え始める始めないぐらいの時ってやっぱ結構論争になってたはずなのがもうたくさん見えてるに変わってるんだなというのは普遍的に存在するって、うん、我々あの、ね、地球が生まれて地球のカプセルの中で初めてアミノ酸が生まれたのかなの、ね、そういう認識がもう最初からあったんだよって言われるとなんて言うんでしょうねすごい。 って思う反面、うん、ちょっとその間にもう一ドラマ欲しかったなっていう<ー> <laughs> いやなんかこう <laughs> 一種の擦り込みじゃないですけど子どもの頃に結構聞かされた知識とかが擦り込みでブロックになることがあるんですよねなのでそこをいつも切り替えとかないとあれいつの間に常識変わったのみたいなわかります確かにね恐竜は絶滅したのが鳥になったっていう説今だいぶ変わってますけど、ええええ、それまだ恐竜が。 い、あの何ですかね？そのまま絶滅したんでしょ？って言ってる方いっぱいいらっしゃいます。もんですよね。で、それがもう10年ぐらい前にやった。ね、あのイエローストーン国立公園の近くの博物館とかもいきなり全部取りに変えてて展示自体が <laughs> <laughs> その時点で。すでに。じゃ、その科学の歴史の塗り替え方がやっぱり進んでるとか。早いなっていうのが思うんで。ま、うん 見てこう知識のアップデートの速度自体が速くなりましたね速ですよて今日、うん、これで、ね、帰ってたらなんかまた違うことが発見されたとか言われてるんじゃないかっていうのがヒヤヒヤしますよね、うん、もう次の日、先生が、ね、もう違うことも発見してたりうわ、こんなもの入ってたとかね。うん ちょっとそういう観点でちょっとお聞きしたいんですけどもだん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 その私が子どものこの,の SF とかアニメの世界って現代の宇宙開発や最先端の科学で近づいてきつつありますけどもその中でクリエーターってだんだんこうイマジネーションを発揮するのが難しくなってくるんですかねそれとも逆にどん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 湧いてくるものなんですかね。あどううでしょう湧いてくる部分と あ、もうこれ使えなくなっちゃったなっていうのは結構ありますね。使えなくなるの多いですね。あ,あります。あります。うん、特に、あの、これちょっとね、馬さんが羨ましいのは。文章だと違いが書き分けられるんだけど、絵にすると、一緒に見えちゃうっていうのと結構多いんですよ。はいうん、あの、デジタル技術が発達すれば発達するほど、うん、絵に。 絵に映るものが減っていくというかそうなんですよね全部コンパクトにまとまってしまうう。だ、感染センターのでかいのが映らなくてみんなパソコンでこうやってやってると絵的には盛り上がりにくいんですよ。とうもう大和の関係とかないですからねちっちゃいので済んじゃうわけで昔はマイノリティーリポートなんてスワイプするのこうでしたけど今こうですからねもう本当に空撮も大変だったのうドローン簡単に飛ばしてる人とかってどんどん変わってきちゃうんで。 あとあのあの、ドローンが SF という業界の中で唯一見過ごされてたあた資格だったんですよ、アンドロイド、サイボーグ、ロボットは散々やったのにドローンっていう発想が過去数年で出てきて、うん、今、SF 業界頑張ってドローンをいっぱい取り入れてますよね、もうね映画とかね。<laughs> ね本当ににあ,あんなに コストダウンするともなかったんですよね。あのもうちょい高価なものは考えてたんだけど、そこら中のメーカーがどんどん出せるようなものが一気に開発されるっていうのはちょっと速度が早かったですよね。え,え、そうなってくるとあの早ぶさは。 人工衛星ですけれどもこう遠隔操作で僕らの中の人工衛星だと飛ばしてぐるぐる回り続けてるだけのものだ,だったわけですけれども,、うん、もう操作できるじゃないですか数年がかりでそうなるとあれはなんか宇宙を飛んでるドローンなんじゃないかみたいな気分にやっぱなってきますねそうするとこうカテゴライズがすごく難しくてどう描写するとあのお客さんに響くんだろうとか。 あの一般的に通用するんだろう今はまだ「はやぶさはドローンの一種です」って言うと「はてな」ってなっちゃうと思うんですけど逆に下の世代は「あれってドローンでしょ?」って多分もう言うと思うんですよ、うん、知ってる僕も動かしてるっていう多分その常識の違いも今あのエンタメにすごい影響を受けてますねあの与えてると思いますね。 そうかエンタメってまあ当たり前ですけど常識が前提にあって、うん、そこからどう構築するかってことですよね。そうするとこれイガラさんにお伺いしたいんですけど、はい、今のお子さんって、はい、もうドローンって言ったら説明せずにわかるんです？いやわかります。むしろ私より操縦が上手です。<laughs> びっくりします。<laughs> もうなんかすごいこんな回転させたりとかなんかもう私よりも障害物避けたりとか、はい、もうほん 本当にびっくりしますねもう子どもたちの方がアップデート早いんじゃないかと思うくらい、はい、くそうすると全く常識が違う人たちがそこにそうですね、はい、次の世代にはきっと現れてしかも無人だともうハヤブさがリュウグまュウグまで行くとなると20億キロとか30億キロとかの先まで行けるわけですよね。数年がかりでだけど人間って あのすみません、あの加奈さんにお伺いしたいんですけど、金井さん183日でしたっけ？あ身長ですか？あいえ,いえいえ、はい、あの滞在日数、<laughs> <笑><笑>あのすみません、すで今ボケてしまいましたけど、すみません、あのえっ、ー、と宇宙ステーションに滞在された日数が<あ><の>約半年ですね。約半年、あの、うん、今までに人類が最も地球外に長くいたのって。 ロシア人で1年ちょっとの人いますね、1>, うん、あでも1年以上の人がいますね、1年以上、はい、300、400日とか500<ー>、まあ、いっ一遍でですね、まあ、そういう方は何度も宇宙旅行をしてる宇宙飛行をしているのであの、人生で何日宇宙滞在したかというと、もう3年とかね、2>, <ー>2年とか3年とか滞在している方もい,ます<ー>いると思いますけども、川村さん、大きくあーっておっしゃったのは。 その骨がね弱くなってとかいろいろ言われている中であのその長期滞在がね 本当にどんな影響があってっていよいい一応ね文章とか読んではいるんですけども本当に降りた瞬間どうだったのかとか実感を聞きたいと思ってう宇宙ステーションはその骨とか筋肉の影響を最小限に抑えるために非常に素晴らしい運動マシンがあるのでそ,、うん、あそういう点では骨とか筋力はミッションの前と後と医学検査を受けて問題、うん、特に変わりがないというふうな、うん、あの結果頂い,いてますけども一番つらかったのはめまいと。 バランス感覚ですね。めまいあのずっとそのあの三半期間を使わなかったので、うんうん、自分がまっすぐなのか横なのかって、あの目をつぶっちゃうとわかんないんですね。<ー>で、ちょっとでもこう。首が動くと<ー>もうぐる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 めまいがして<あ>ます。ぐにあのあ<ー>もう1日2日ぐらいで、あのそういっためまいはなくなりますけども。 あの非常にそれが一番辛かったですね。なるほどねすごい、ジャイロ機能がオフになったままこう、帰ってきちゃったあでもなんかちょ,ちょっとだけ分かるのは、あのあのフロータンクありますよね、あの真っ暗になって入る液体タンク、一、はい、回体験したことあるんですけども、入ってしばらくずっと回転してるんですよね、回転する感じがしちゃって、うん、ずっと自分が回ってるような気がする本当ですか、珍しい入り方でそれがすごく面白かったかそれのもっと極端なのが起きてるのかなと、今、あ<ー>そうですね。 ですからあの昔のねアニメとかを見返すとこうあの人間が住むコロニーとかこうぐるぐる回って人工重力を作ったりするじゃないですかやっぱりそういうのって非常にこうあの未来を予知してるのかなっていうねもしかしたら遠くの宇宙まで人間が後悔をしていくためには人工重力必要なのかもしれないしこう無重力の部分をこう旅するのは極めて限定的にしてまあ月であったりとか。 火星の、ね、月でもいいんですけども、うん、そういったところにやっぱりこう中継地基地を作っていってやはりその重力がある環境に、まあ、人間ってこうね町であったりとかこの生存するような場所を高級的な基地っていうのを作っていくのがいいのかなとか、うんうん、まあ想像ですけども考えちゃいますね。ぜぜひちょっとジャックさんんのの、ね…方達もいたもいいいいろろ伺ですけど本当その 何 G のコロニーを作るのが一番合理的かみたいな研究がされてるんですかね。そうですあの 0. 何 G ぐらいだと作業が便利でかつ構造材があの軽く済むみたいなその辺の数値が出てるかどうかってすごい知りたいんですよね。そうですね。先センター君聞いた方が正しいですね。それは専門の方がやっぱりっ得意じゃない領域だけど、まあ、えっと向井さんがなんか言ってましたね。うん、ええー、3分の 1G だったか。 がなんかクリティカルだとかそれより強くないとなかなか生命の成長がうまくいかないみたいな話を、うん、なちょっと聞いたことがあるちょっと具体的なスキは何だったか忘れましたけどもたぶんまだ決まってないと思いますね。でちょっと自分の宣伝ですけど希望の中にはセントリフュージといって人工磁力を作るための、まあ、小さなものですけども、えー、小動物実験のための人工磁力作れるところと作れないところと両方ともあって、うんうん、その中であの。 これまでは一 G とゼロ G を比べたんですね。うん、で、実は今回新しくですね、うん、あのパーシャル G というのをやり始めてて、そのスレッシュホールドはじゃあ何 G ぐらいやったら生物が健康にあ生活できるのかっていうのを調べ始めてますね。なるほどね。でもあの結論としてやっぱり無重力は体に悪いってことですか。うんいや体感ですけども、一、うん、G から宇宙ステーションに行くと体非常に楽ですね。 体を支える必要がないので、もう睡眠時間も短くしても元気に回復しますし、あの睡眠時間が短くなる、あ睡眠時間短くても大丈夫、短くても大丈夫ですね。どれぐらいですか？地上だったら8時間私睡眠しないといけないんですけども、6時間ぐらいで非常にこう元気でしたね。あと筋トレなんかも地上だとほら。 休みを入れて2日にいっぺんとか、うん、あの3日に1日休み入れるとかそうやって筋肉を鍛えますけども宇宙ステーションだと毎日筋トレするんですね<ー>でもあのいいんですなぜならば筋トレしてない時にはずっと体はベッドに横になってるのと同じようにそこに。 筋肉は休んでしまってるから、なので毎日毎日あの激しいトレーニングをしても、あの二十四時間経つとまた回復してるんですね。なんだろういやい場所なのか悪い場所なのか。そうそう。いや私あの帰ってきた時にはゼロジーから一ジーは逆に辛い環境に戻ってきますから、もうなんて重力って嫌なんだろうって思いましたね。目はま回、ま、るし体は重いし。なるほど。宇宙空間は天国のような場所に。ぜひぜひあの一回。うんうんうん 体験されることをおしますでも宇宙旅行がね修学旅行で行けるとかなるといいと思いますね。本当そのいや俺無重力そんなよくなかったなとか言いながら帰ってくるっいほん当そうですよね子供たちも本当それいつかね本当行きたいうと言ってますけども当とどれぐらいになるのかっていうのはねすごく気になりますよねでもそういう観点ですと今宇宙ステーションに物資を輸送する宇宙船は民間のねアメリカの宇宙船が会社が。 受け負ってますけども、今人を運ぶための宇宙船も開発されていますし、うん、あの民間宇宙旅行って非常にこう皆さんが思ってるよりもすごく早く、まあ最初はとてもお値段高いと思いますけども、深田先生は多分行けるんじゃないかなと。そうそうあの世界の大富豪が、ね、いや皆さん若い方たちはいいですよね。<laughs> もう本当に <laughs>。 もう多分アラブとかの大富豪とかがバンバン飛んでって行ってくれればきっと安くなりますその方たちの資金で安くなるそれはいいですよねビル・ゲイズとかね5華回行けばいいのにねでも今ちょっとはっと思ったのが今皆さん宇宙旅行の話を当たり前にしていますよねだけどこれもし戦争直後ぐらい1940年代50年代の人に宇宙旅行って言っても あんんまりピンととななかかったんじゃないかと思うんです、はい、実はこんな質問があの今日一般の方からの質問というのを受け付けてまして、えー、こちらは山梨県のこれは言い方としてはペンネームでいいんですかね高崎山さんというふうにお名前いただいた方からご質問があったんですがあの宇宙コロニーとして質問をいただいてますが宇宙コロニーという概念がこれほど広がったのはサブカルチャーの側面が大きいかと思います。<laughs> えー JAXA としてはどのような概念がもっと周知されてほしいとお考えでしょうかっていうのがあったんですがまさに宇宙旅行っていう概念って、まあ、アニメだったりとか何らかの映画だったりとかフィクションで初めてイメージしたっていう方がもうほとんどなんじゃないかと思うんですねでそのまさに宇宙コロニーっていうのも結構あのこれ国岡先生ちゃんと説明しようと思ったら大変な難しい話ではありますよね そうですね、えーとまあ、閉鎖核が使わないと大気空気が逃げていっちゃいますからカプセル状のものにしてそれから先ほど出てきた人工重力を作るようにまあ回転させてから光を取り入れる、まあ、窓が開いてないといけないですしで入ってきた光をまあ電気に変える仕組みなども作らないといけないしなかなか難しい非常に大きな構築物になるということになりますね。でここれれだけの条件をななんとなくそれこそ、ねあの マクロスと見たことあれば移動移民船団って言ったらみんななんとなくイメージもできちゃうわけですし <laughs>、うん、でうちコロニーってガンダム見てる人だったらあサイドセブンねみたいな気持ちに多分みんなすぐなれると思うぐらいやっぱりサブカルチャーの力って大きいよなと改めて思ったんですがこのご質問の子は本当に面白いなと思ってあ,のあまりまだフィクションでは描かれていないけれどもあのこれは。 今の宇宙科学の最前線からするともっと一般の人が知ると面白そうなのになって思うようなものってのが何かまさにでもあのドローンってそうだなっってちょっと思ったんですね、うん、今のその友人宇宙飛行というか滞在について今あの金井さんに対してお二人からものすごい質問いっぱいありましたけど、あのー、例えば、無人の場合、はい、も,うものすごい長い時間、はい、飛ばし続けることができる。 証明されてるわけです。えー、え、もう、あの、弱さで運用している。息の長い衛星っていうと、ジオテールっていうのがありまして、はい、もう三十年ぐらい動かしてます、ね。<ー>まだ元気で、データ取ってます。二千九百六、七、うん、何年かな。二千九百七十年代、ごめんなさい、三十年ぐらいですね、いずれにしても。長いのが生きてますし、で、先ほどドローンの話がたくさん出てきていましたが。いよいよドローンを火星で飛ばす。プロジェクトがもう始まってます。 2020アメリカの探査機ですけども、はい、これがドローンを持っていって火星の大気中を飛ばすそんな目の前の話なんですか、えー、それからもっとすごいのはドラゴンフライ、まあ、トンボっていう名前ですけども、はい、これをさっき言った土星のタイタンっていう惑星の中にドローンを飛ばすという計画がいよいよ承認されて開発が始まります はあ、でタイタンとタタいうのは地球よりも小さくてでかつ大気が濃いんですねだから、まあ、ある意味重力が弱くてかつ大気が熱いので比較的飛ばしやすいですでおまけにアメリカのやることなのでちょっと日本では手に届かないんですけど原子力電池を積んでいて太陽電池なんかは全く必要がなくて原子力電池の電気をコンデンサーあのバッテリーに貯めて で1週間貯めて何日飛ぶか分かりませんけれど飛んで回って着陸してまた探査をするっていうとんでもないのをやつらが動き出してしまった今のこう<う>やつらっていう言葉の中で複雑な気持ちがいっぱい込められている <laughs> あやれるもんだったらちょっと手掛けてみたい。そうですね、で一応う,うちのセンサーも乗せてって言ってあります。 あのこの話を聞いてると先ほど産方さんがおっしゃってた、はい、ドローンが SF の資格だったっていう話なんですけど、はいはい、ここにはなんか広大なフロンティアがまあ、ある意味そうですね、えー、あの我々サブカルチャーというか、えー、まあ、もう「スター・ウォーズ」なんてサブカルというよりもはやカルチャーですけどねで我々は逆にそれにリターンをしようとするこうニューサブカルチャーを作ろうとしてまあそのドローンとかもまあ取り入れてるわけですけれども。あのー あのそれこそあのテクノロジーが結論としてこうすればいいじゃないっていうこのポンと出てきちゃったわけですアンドロイドとかロボットとかこサイボーグとかいろんなものをすり抜けてはいって出てきちゃったわけですねでコンピューターと機械と遠隔操作をしなければいけないその諸事情とえ、まあ、環境とえもろもろねガチャッとこう合体してあげく娯楽にも使えるし研究にも使えるしというその万能性 を獲得した道具というこれはあの想像しようとしてもできないんですねその時の社会体制が見えてないとどう登場させればいいかわからないだからあのそのドローンを禁止する法もね条例とか慌てて作ったりするとかですねあのちょっと前の古い世界観だと。 存在されしえないわけですよそんなもん社会に投げ放ったら大迷惑だし大混乱するし邪魔でしょみたいに思ってしまうんですけれどもそれが今も成り立ってしまっているでそれがさらにその、ね、宇宙開発という人間の人体の届かないところを代替してくれるというです、ね、そこがまた新たなテクノロジーを生み出すに違いないと思って今頑張って考えてるんですけどその先は何だろうと勝手に。<laughs> 部下さんとかねそのサイエンスのテクノロジーとかを小説の中でそのどこまで法律で規制するかどうかとかってすごく詳しくやられていると思うんですけどもそうですね小説の方はもうむしろそうですね,ねだから,だから例えばそのドローンの法律とかも日本だと飛ばしちゃいけないところが多いけども,も最近中国とか行くと少数民族の村であのみんながダンスして踊ってるところを踊ってる人の真上をドローンが飛んでるんですよね、うん、こんな高さでドローンでそれも普通の人が撮影してる。だからもうなんか そのぐらいまでもの観光地のど真上で飛んでたりとかするんでなんかそのスピード感っていうんですかね本当なんかいろいろ世界中動いててるなって感じしますよね<ー>どっかの村はもうドローン1台で医薬品をやり取りしててて、はい、これが壊れるとお母ちゃん、お父ちゃんが病気になるっていうそういう状態らしいですし、うんうん、それはもう宇宙空間の多分。もう ガチででそうななるんじゃないですかね、うん、こ,のこの1台で全てを賄おうみたいな、えーあ。あと個人的にあのすいません話をぶった切ってそのドローンの次に、えー、どこかで読んだんですけれどもその宇宙ステーションに資材をこう打ち上げるのが大変なので原料だけ打ち上げて 3D プリンターで作ろうっていうことを伺ったんですけど、うん、これはどうなんでしょうもしかすると遠隔で それができるようになると火星でドローンが勝手に 3D プリンターでこう修理の部品を作って修理して動き続けるなんてことがででできるんんじゃないかと思ううすすその,あの作る機械が現地にあって作りたいものの情報だけをデジタルデータで電波で送ってで現地で作るっていうのは、まあ、ある意味、究極理想の形態だと思いますそのためには、まあ、やはりその宇宙で動くマシンがあってかつ、その現場の資材で作れないといけないので。やはりその、うんうん ある意味地球ではその、えっと、あの品位の高い物質ってのはたくさんあるわけですけれども、うん、まあ火星や月ではなかなかそういうのが手に入れられないのでいかにその現地の資材を有用なものに作り変えていくかそういった技術はやはり重要になってきます、ね、うあでもうあの研究としてはです、ね、月の砂を使って建築物家を作る、はい、でその時に 3D プリンターで、まあ、だから まあ,ある意味あのあの大きな工作機械の先端に、まあ、溶かしてくっつけるようなものをこう,、うん、こうなんていうかこう照射しながら壁を作っていくわけですねそうすると月の砂で月の基地ができるで基地ができた後に宇宙飛行士が飛んでいってそこに住む。でかつ作る時は 地球からリモーートトコントロールでで作るわけですよである意味地球で今動いている建設機械のオペレーターを雇ってつくば宇宙センターに送り込んで,で24時間8時間交代3交代で地球の,工作機あの建設機械のオペレーターに地球からリモートコントロールさせてもう基地は作っちゃう。 そうですよねだってアメリカもね米軍もあのアメリカにいながらオフィスに通いながら中東で爆弾を落としてるわけですからでも実際その 3D プリンターの技術の上がり方がすさまじいですよね,ああね、うん、3D プリンターエキスポみたいなのとか行くと本当にもう最初の頃って特別のメーカーが出してたのがもう何十社何百社がもういろんな素材使って作るのを陳列していてでその精度もどんどん上がっていて。 その速度が恐ろしいぐらいの進化して実際にあれでも確か砂漠かどこかで実験的に家作るのっっててやますよね砂を使うという発想はなかったですねレゴリスですよね。なんですかなかなかそれはまた難しいですねこれから十分研究しないといけないあの今申し上げたのはそういった理想未来を作ってみたいなということをジク客様の連中は考えていていろんな研究をしています。 こういったことは、はい、その宇宙で利用したいというのはまあ我々のモチベーションですけどもこういった技術ができると一人のオペレーターが遠隔の建設機械を複数同時に運転するということができるわけですそうするとまあ日本の今人手不足だとか専門家エクスパートの人材が足りないっていうようなことがまあ潜在的にいろんなところで起きてるわけですけどもこういった技術を宇宙だけでなくて、まあ、むしろ 地球と宇宙両方に応用できるような技術開発というのがまあ一つ JAXA が理想として掲げている技術開発の方向性になりますつまり宇宙だけ応用さ宇宙専用の技術開発をするのではありません地球の表面にも役立つし宇宙開発も役立つような共通項を民間企業と共同で 案件を見出して民間企業と共同で開発しましょうとでできた事柄は全部地球の表面で使ってもらって結構です JAXA はそれを宇宙に持って行って宇宙で使います うもう一つ重要な難しいのは知財権っていうのがありますよね。はい。その知財権って結構難しいんですね。はいはい、例えば A 社さんと B 社さんが共同で開発した素晴らしいものができたとすると、一体これは A 社に所属してるんですか B 社に所属してるんですかっていうので、まあなかなか仲たがいすることが多いんですけれど、ジャクサはあの地上で業商売をするつもりがないので、あの民間企業とまあタイアップしやすい。なるほど。<laughs> 出来上がったことはもうみんな地上で使ってもらって結構です。<ー>というふうに全部。 主要権は放棄することができるので、まあ、そういったあの共同研究開発というのを実は 10, 10とか20とかすでにやっていま五十嵐さんが国中さんを見る目が天才少年がスイッチ入っちゃったという見るときの雰囲気に見えるんですけどなんかもうみんな少年ですよね話聞いてると。 そうですよね会場の皆さんも、ねはい、さっきからみんなもううんってすごいうなずいていらっしゃるので <laughs> いや本当宇宙の話って本当にもう皆さん共通でねそれぞれこういうこうこなるんじゃないかっていう、ね、仮説を持たれている中ではい皆さんアップデートされているのかなと思いますね今聞いているとそのあのあもちろんこう産業に役に立つこともそうなんですがあのもう産方さん、川森さんからすると、はい、もう受け取って今、その 資材が、資材を月の土に求めて建物、うん、建築物を作るって言われたらそこでもう作品作りたいですよねその前提って。まあ作りたいですしデザインの仕方が変わりますよね<あ>普通の要するにやっぱ 3D プリンターができてしまってからパーツを組み合わせるっていう発想じゃないものが作れるようになってしまったし極端なしの素材の違うものでパーツが組み上がってる状態でプリントできるまで技術は進んじゃってるんでそれを考えるとあの。 確かにです、ね、もう本当に力がかかったときにすごい変な格好っていうんじゃないですけども有機体みたいな格好した構造物でちょうどいい形ができたりとかでもできてるしそうやって考えると月に作る宇宙ステーションとかのデザインって僕らが今まで見てたものとは全然違う方ののほうが合理的じゃないかとかっていいうのは思いますよねあとあのドローンができることが増えれば増えるほどですね作中の社会設計がすごいですね。 難しくなるんですすよごい気になってましたあの<通>いつもどっちから決めるのかなって思っていて、うん、その技術先でいくのかそ,の、うん、それにまつわるその社会設計からいってそこに必要な技術っていう形でこう作品を作っていくのか、うん、すごい気になっていてまあもう双方向なんですけれどあの例えば、えー、実際の歴史で言えば大航海時代であの船を設計する。 ってあるじゃないですかあの船の中の船室の位置っていうのはもう社会なんですよ誰が偉くて誰が労働者でどれだけの給金を持ってる人間がどこにいるかっていうあの船の空間っていうのは社会そのものなんですよねそれをこう試行錯誤していったわけです民主的にしたり独裁国家にしたりものすごいあの共産主義的にしたり、えー、あるいは。 雇われ人間にしたり、まあ、海賊は海賊の船の作り方をして、えー、イギリスはイギリスで船の作り方をしてってやってますけれど将来その数人の宇宙船ではなく1,000人単位の宇宙船になった時に偉い人はどこにいるのかとか、うんえー、偉くない人は何をやるのかとか。何ができないと 偉くなくなて何ができると偉いのかとかですねその基準がこう分からなくなるのがまず一つともう一つは中心に何ががあるるのかが分からなくなくんですよあの現実の海の船だとまず太陽が巡って1日の,あの区切りができるじゃないですかそうすると何時何分に全員起床何時何分全員で飯を食うで何時何分に水を飲むときに水が足りないから危機感を抱くとかですね要はその 中心になる行動動が全部あの太陽の動きだったわけですね宇宙空間だとそれがなくなるじゃないですか、うん、そうすると人間はあの歴史上初めて天体に依存しない社会的中心地を作らなきゃいけなくなるんですね、うん、これはどうしたらいいのか <laughs> 聞きたい <laughs> 金井さんがあの言った時に、えっと、宇宙ステーションって1日90分で地球を一周するはい。そうですねただ宇宙ステーションは、まあ、地球の非常に近い表面を飛んでるので あのほぼ100%ずっと地上と感性室とあの通信がつながっているんですねですので、まあ、地球の時間に合わせて世界標準時を使ってあの生活していますねあの例えば宇宙ステーションがですねあの1万5千人とかだったら、えー、どんな問題が起こると思いますか1万5千人の宇宙ステーションですか <laughs> <laughs> 絶対9割ぐらいの人と会わずに過ごしますよね6人だけでしたけども1日、ね、顔を合わせないで宇宙ステーションの端と端で仕事をしていたりしますのであ、えー、数が多い方がいいと思いますか少ない方がいいと思いますか宇宙空間は。お ですかねまあ、宇宙ステーション6人だけなので非常にこう風通しはいいですよね、あ<ー>あのお互い言葉もあの文化も違いますけどもうん、うん、もうずっと長く訓練をしていて全部喋らなくてもうん、うん、あれはこれだよね、これはそれだよねってあれとかそれとかそういう言葉だけで意思しいができてしまうような,なそういうあの人間関係ですのでそれは非常に楽だと思います。それが、ね、100人とかね 二百人とか増えていけば増えていくほど、やっぱり混乱は多いし、やっぱり安全を守るっていう観点でも難しくなってくるんじゃないかなと思いますね。あ、あの、今おっしゃったように、確かに共通言語がなくなりますよね。こう、あの、食べ物だけ作ってるやつは、その知識しかないし。エンジン作ってるやつは、その知識しかないから、あれって言っても、何ってこうなって。おっしゃる通りですね。中田してしまう可能性があると。アセンション。あの、僕の理解はですね、スペースセーション。 宇宙開発宇宙研究って究極の平和貢献だと思うんですよ例えばステーションの例でいうと米ソの協力世界15各国で共同運用されているわけですけれあ具体的な例でいうとクリミア戦争があった時に米ロの中が地上での米ロの関係が悪くなった時でさえスペースステーションは米ロは協力して運用されたんです。なぜかとという そこで宇宙で仲たがいが起きると宇宙ステーションは存続できないわけですで我々たくさんの国際協同をするんですけどもあの法律なりルールを作って共同研究開発するんですけども、うん、我々は言うのはクロスウェーバー・オブ・ライアビリティっていうアグリーメントを結ぶんですクロスウェーバー・オブ・ライアビリティっていうのは、はいえーま、責任放棄相互放棄 うん、もしくは、えーとリ,えー、リリース・オブ、えー・ライアビリティかなウェあのクロス・まあ、クロスウェーバーっていうやつなんですけども<ー>なぜかというと宇宙の共同開発共同研究っていうのはあ,のある意味、性善説に,<ー>に準拠していて<ー>相手は最善の努力を我々のために尽くしてくれる我々も逆に相手のために最善努力をするっていうのがベースラインなんですよ。<ー>だから アメリカ例えば、まあにえー、2016年に我々ちょっとアストロエッジっていう人工衛星をぶっ壊しちゃったんですけどもその時 <laughs> アメリカから非常に高価なセンサーを譲り受けて打ち上げたんですけども、はあ、あまあそれをあの、まあ、あの既存してしまったわけですねでその時はアメリカの財産ですからアメリカは我々を訴える権利があるんだけれども,おもあらかじめクロスウェーバーというのを取り交わしているのでアメリカはまあ 損害賠償はしてこなかったし、うん、さらにはその後続のクリズムというミッションについてもアメリカは協力しててくれていますで逆もしんなりで我々もいろんな機材をアメリカにお渡ししてスペースステーションに送ったんですけども何回かポカーンってやってなくなっちゃったんですけども、うん、その時も逆に我々はアメリカを訴えることはしない <laughs> だからあの本当に正前説なんですよこれはある意味人類が行っている平和社会を作るための一つのアプローチ。 実験研究なななんじゃいいいかなといす,すごい面白いですねあ,ある種の思考実験ですよね、うん、我々あの地球規模で考えて仲違いしてたらダメじゃないかって言葉では分かるけれど実感がないから宇宙ステーションとかになるとやばいってなりますよね喧嘩してる場合じゃないというやっぱそんな感じですか、ねですね、あの本当に緊急事態が起こったら あの協力して生き延びないといけませんのでうん、うん、そういう観点ではもう出身国は違っていてもみんなこう兄弟親戚のようにいやょう兄い親戚ほど仲が悪くなったりもしますけど、ね、さっき伺っていてすごく面白いなと思ったのがその船の構造とかで階級社会が出るときにその宇宙空間無重力となったときに上下というのがなくなるから上下という概念、うん 階級<で><あ>を図ること自体がなんかもうすでにリ,アルリアルなくなるね<え>という可能性もあってそれと今の話が結びつくとその究極の平和のモデルとしてその人間がシミュレーションするにはすすごく格好な場所な気もしてきますよねそう考えるとこう、うん、国家的な紐付けもないし、うんうん、経済的な、地財的な争いとかも今まさに勃発してますけれどもその貿易戦争みたいなこの紐付けもないし、うん、あとは、まあ えー、個人としての葛藤とかのそのいったものも、うん、多分宇宙に出た瞬間いかがでしょう,なんかこうか個人に人間としてのこうごく普通の葛藤や悩みとかあったかと思うんですけれども、はい、出た瞬間解放されるものなんですか,こうなんか そうかもしれないですね,あのそのね。自分の国にいる時にはね自分は日本の出身だとか思っていても宇宙に出てしまえばね我々は地球の代表としてここでミッションをやってるっていうそういう気持ちになりますのであのそういう観点ではなんかこう一つこう次元が上がるというか、まあ、新しいその 社会観というものがもしかしたらあの宇宙に出ることで出てくるのかなとも感じますねんんなんかこうあの、うん、下手な平和主義者の演説よりよっぽど胸を打つん、ね、いや,やっぱなんかリアリティがありますよねリアリティがあるんですよそうあの本当に相互に助け合わない限り絶対生存できたいあ<の>もちろん地球に帰ってこれないってことがリアルにそこに提示されてるっていうのはやっぱすごい重要ですよね、うん、ものすごい平和主義的で僕、うんうん、が唯一連想できるのは中世の,あの海賊ですね、うん 海賊ってまあ悪い印象があるしパイレーツカビリア・カリビアみたいなしょっちゅう戦ってる印象がありますけどあれ結局、各国の人間があの奴隷とか、えー、国を追われたりとかして集まってきてやむをえず一つの船に住んでるのでものすごい平等だったらしいんですよね、うん、あの船長も最下級の船員も給料一緒っていう、うん、宇宙ステーションっぽいですね, <laughs> ですね今お話を聞いてて <laughs> <ん>なるほど それは素晴らしくエンターテイニングとして語る価値がありますね、今後、本当に宇宙に出ることによって人類はやっと平和になりましたっていうサブカルチャーってアニメで戦争宇宙でやりがちなんですけど他にやることないですからね、やることがないけども。アベンジャーズでですすらら他にやることないか 今の聞いてるとそれはもしかしたら今までの,あのクリエイターの方が持ってた科学知識の限界がそうさせてただけでそうですよね今の、このやってると探査というものって別にそこになんか戦争はなくてもいいわけですよね、うん、で本当に面白いことは今聞いていると探査が面白いんだなっていうことなのかなっていう気がしてきまして。 で、うん、もうそろそろ宇宙旅行に行けるみたいな、話ありましたか。ね、一方でもね、大気圏外に出られるっていうだけでもで、ね、やーんって感じに。燃えるじゃないですか。<laughs> その時その。そういう、ね。もうやってみたいことだらけですもんね。あ、ね、じ、ね、ゃ、本 <laughs> そういう感情がこみ上げてる時に、確かに敵意とかどうでもよくなりますよね。うん、そうすると、あの、こう、アラブの石油みたいな、経済、経済競争の圧倒的な勝者が行くよりも。全人類からくじ引きで選んだり。そうか。今のね、これですね、くじ引きで選んでいくっていうのはありですよね。 全人類を定期的にいっぱい使って平和主義者になったやつをいっぱい増やしていくっていう裁判員とか選ぶんじゃなくて全国民から今年宇宙飛行士になるのはこの人です宇宙飛行士抽選制度いいでですすねねよその時に徹底的にクロスウェーバーライアビリティを全員に結ばせることに。 これ今各国政府が結ばなきゃいけないやつなんじゃないのっていうね気がしますけどね、ああ本当だったら。うんうんまあ、よく言いますけどあ<ー>あの、地球というある意味閉鎖空間にみんないるわけですもんね、うんうん、閉鎖空間にいるのにこんなあの争い事とかしてたら本当に普通に生存不可能だよっていうのをもうかなり金井さん、も実感として。 素晴らしいですね今グッときましたね <laughs> ありがとうございます、うん、いやいや我々がグッときていないです我々は金井さんにグッときたいんです <laughs> でもその宇宙ステーションね地球だとちょっとこう大きすぎてね我々がこう 瞬間的にこう見ること考えることができなくても宇宙ステーションってこう非常に人工的ででもこう一つの完結した世界で例えば空気であったりとか水であったりとか再生して何度も何度も使い回したりとかまあ電力はね太陽からの光を使って電力を発生させたりとかもう一つので各国出身のいろんな国出身の人間がまあ6人ですけども集まってあの生活をしていてまさにこうちっちゃな地球のような。 感じがしますよねその中でやっぱりチームワークよく仲良くやっていかないと安全は守れないし、まあ、あのミッションを達成できないってそれを考えるとまあ,あの今吉田さんおっしゃったように地球って1つの閉鎖環境で、うん、まあ,あのその中で我々うまくやっていかないとやっぱり破綻してしまうっていうのはまさにその通りだなと金井さん、感じまし,た金喧嘩しました <laughs> 喧嘩 まあ意見をね戦わせるようなことはやっぱりありますよね、自分はこういうふうにやるんだとかね、いやいや、こうした方がいいよとか、でもそれは、け喧嘩とはまたちょっと違いますよね最終的に感情的なしこりは残るものではないっていう。 大丈夫でしたあの、ね、あの親戚、友達でしたけど <laughs> 親戚、兄弟でしたけども <laughs>、まあ、そんな決定的な隔絶はせずに、まあ、半年だったんでねってれましたで正しくお互いに対する意見への反論を積み重ねていくと最終的には解決に至りますからねそのお互いにこの議論の材料を投げ合ってるっていうこの実感があれば本来、議論ってお互いを仲良くさせるものなんですけれども。ね、今もう聞いてると やっぱりこう宇宙っていうのは、平和を作るための物語がたくさん。生まれそうですね。ですよね先ほどもジャクサさんで、そういえ宇宙のそういったまあ空間の、まあ、ことを。 をまあ想定したその教育事業みたいなこともねあの先ほどやられてましたけれどもそれこそなんかこうまあ私たちとかまああのねこれから宇宙に行くかもしれないあの人たちが本当にね今、迫っているわけじゃないですかそういう時になんかやっぱこれはなんか身につけておいてよかったなみたいなこととかって全然想像ができないんですけれどもなんかもしあればお伺いしたいなと思います。忍耐力ですかね 我慢するめまいした時とかにも <laughs> とにかく我慢ん <laughs>、まあ、特に何でしょうねやっぱりこう言葉も文化も違うクルー同士でお互い理解し合うのってやっぱり最初は時間がかかりますよねですからまあ2年半のまあ準備期間があってその間一緒にミッションをする人たちとずっと一緒にやっていって、まあ、その中で「あこいつはこういう人間なんだな」とか「あ自分ってこういう人間だったんだな」とかある意味自己発見をしながらそしてまあ 忍耐、ね、を重ねてちょっとむかつくことがあってもあのよく考えてあこの人はこういう考え方なんだなって、まあ、そこでなんかこううまくやっていけるような気がしますねステーションってエクスペディションっていってこう3人ずつなり交代していくじゃないですか、はい、そうすると先に行った人たちとも事前にその共同活動っていうのをやっておくんですか 前に行ってる人、自分たちから後から来る人とあの組んでペアを組んで<ー>訓練する機会があります。すあ、今これは国仲さんから金さんの質問なんですね。あ、そうです。はい、ジャクサ内部でもこういうやり取りしてなかったので、まず聞いたことなかった。<laughs> 友人ちょっと知らないんで。<laughs> んであ,あ、あ,あ、友人。あ、今 <laughs> ジャングルワーキン人無人無人。<laughs> 無人 <laughs> ドローンメイン <laughs> あ,あ、なるほど。 でもあのこう聞けば聞くほど今日も実はその宇宙と平和だみたいなのってなんとなくどこかで言われそうな話ではあるんですがそういう結論に向かって今日導いたわけではまるでなく本当に話しているうちに今それを実感としてみんなあの得たんじゃないかなと思うんですがあのあ先ほどの川森さんのおっしゃってた 上下という概念がなくなくるから、うん、人間関係もそのモチーフとしての上下がなくなるんじゃないかとかすごい発想だなといいですかなんかそれで今ちょっと、ねはい、いろいろ伺ってた時に思ったのはその子供にも教えられてるじゃないですかそういうことを考えると宇宙小学校とか宇宙中学校ぐらいああ何歳からなら安全として認めていいんだろうかっていうのもいろいろ踏まえた上でまあうん、うん、半年一年までいかないにしても夏休み宇宙滞在とかでいろんな国の子たちと。 やるみたいな、そういうのっていうのはプランできたら面白いんじゃないかなとちょっと思いましたね。クリエイター、すごく。それはすごい子供たちも喜ぶと思います。究極のボーイスカウトですう本当にそうです、本当に。アストロボーイスカウト。お前がサボると俺たちが死ぬ。死ぬんだよって。皆、皆帰ってこれるかどうかわからない。帰りたくないとていう範だちょっと困る。そういう疑似的な環境を作って。 いやこれを今80分ぐらいこういうお話をさせていただいているだけでこういっちゃなんですけどもう数年がかりのプロジェクトを思いつけてるかもしれないお二人で一方でこういう機会が今日わざわざ設けられたということは継続的にフィクションの世界と本当の宇宙開発の現場の方がやり取りするっていうのは今後もあっ だら面白いんじゃないかとすごく思った。すごい思いますね。そんなありがたいことがで、ね、<laughs> 大変ありがたいです、ね。まあ完全にネタをあの貰える側のお二人はそうだと思います。ま <laughs> たの <laughs> 我々の認識は合ってるのかっていうもの、もうこれ、うん、誰にも聞けないですからね。うん、これってあのどうなんでしょう。こう逆に国中さんからすると。<laughs> えっと僕の方見てますね。はいこういうあのあの弱作広報に聞いてください。ヘッドクォーターに広報がこのこの企画は広報の企画なので。あ広報参加するとぜひあの広報であちらあちらにクロスウェーブして。そういう観点です。やはりね弱作一緒の一緒に働いている同僚ってみんなこう。 アニメ好きだったりとか s f 好きだったり、はい、そこにインスパイアされて、まあ、国中先生が大和をお好きだったという話もありますけどもあのそしてこういう世界に入ってそして宇宙開発世界の宇宙開発をリードしているあの方がいますので、まあ、そこはこうサークルになってくるんじゃないですかね。クリエイターがもう新しいこう イメージをこう発表するとそれにインスパイアされたエンジニアがまた何かすごいものを作ってその情報をクリエーターにこうたくさんたくさんこうインプットするとまた何かすごいアイデアが出てくるっていい,いサークルが回ってくるともっともっとこ,うこの業界盛り上がるかなというふうに感じますね。うん、あのマクロススもも持持っっててまましたあの <laughs> あアルミダイキャストの,あの変形する模型 <laughs> <laughs> 一応あの平和に歌でってことこ <laughs> <laughs> なぜ最後におっしゃったのでしょうか <laughs> <laughs> 一番初めにおっしゃることのような感じがしたんですけどもさてあのお時間の方がですねそろそろもうあの20時40分ぐらいということで終わりも近づいてきましてで本日あの。 このメンバーがすることはなかなかないということで、フォトセッションをやらせていただこうじゃないかということになっていて、こちらのフォトセッションなんですが、会場の皆様にもせっかくだから今日撮ってもらって SNS とかに投稿していただけたら嬉しいなというふうな話をしておりまして、すみません、あのフォトセッションに移らせていただいてもよろしいでしょうか。いいですか。じゃあそうさせていただきましょう。じゃあすみません、ちょっと皆さん一回お立ちいただいてもよろしいでしょうか。椅子の方をセッティングさせていただいて、はい、ラ人分の顔。 じゃあお願いしていいですか、ね、いや、ここまでのところ宇宙ものはやっぱり戦争してる場合じゃないっていう、いいういあ、はい、じゃあ、それでは、じゃあ、すみません、前にあの3つ椅子を並べていただきまして、えー 前列に三人。はい。じゃあ、すみません、五十嵐さん、あの女性真ん中にお,おかけいただいて。はい、で両、両サイドにクリエイターさんお二人。はい。はい、すみません、あのス、ステージ上で仲良くされてますが、真ん中進んでいただいても。よろしいですかね。お願いいたします。はい。じゃあ、五十嵐さん、真ん中におかけいただいて、はい。 じゃあ金さん、生方さん前に、はい、じゃあこの状態で、じゃあ、おかけください、どうぞ、後ろ見えなくなっちゃいます、はい、あすごい数の、じゃあ、えー、どうしますか、あのす,いませんすいません、みんなあの、えーと、6人の意思が統一されないと、せっかく揃ってるので、全員がバラバラ見てるっていう写真になるんで、じゃあ、まず真ん中から全員見て、えー、見させていただきたいと思います、であとはあ、できれば柔らかい表情でこちらを見ていただくと、我々も笑いやすいです、よろしいでしょうか、お願いします。 じゃあこちら今度こちら見せていただきましょう。はい、皆様から見て左手見せていただきましょう。じゃあお願いします。はい。これも三二一はいグレードよろしいでしょうか。はいありがとうございます。じゃあ今度反対側で。 プレゼンされた皆さんも撮っていただいて <laughs> ありがとうございます <laughs> はいじゃあ321はいグライドよろしいでしょうかじゃああと今日は、えっと、メディアの方もいらっしゃっていただいてるそうなのでメディアの方で、えー、報道用の,あのカメラとかお持ちの方いらっしゃいましたら前にお進みいただいて。<laughs> 真ん中あたりを最後もう一度。はい。じゃあ、今手が上がってますね。じゃあ、あちらで、はい。大丈夫ですか。あの、皆様が手上げてても、特にカメラの車線に入ったりしてません。大丈夫。反応がないです。 でしょうかありがとうございましたあの本日あのー、最後になんかもうこの,このまま終わるんじゃなくてなんか一言いただきたい感じがするんですが今日実は中心になっていらっしゃったのは金井さんじゃないかなという気がしましていやですよねいろんなことで最後に一言金井さんに頂い,いて締めさせていただきたいかと思うんですがじゃあ,あのもう椅子の前に出ちゃいましょう全員,全員せっかくですから最後。 前に出ていただいてラインナップしていただいてもあ前,前横並びましょう皆さんせっかくですからすいませんここで最後無茶ゃぶりが来るとは思いませんでしたすみません本当に考えてませんでしたあの非常にあの自分自身が楽しませていただいてこういうところでこういうお仕事をいただいて本当にありがたかったかなとあの登壇していただいた先生方本当にありがとうございました そしてあの会場にいらした皆様もちょっと宇宙開発って突きにくいかな難しいかな、硬いかなって思,われる方思っていらした方たくさんおられるかと思うんですけども私自身がそういうふうに思ってたんですけどもこういうあのクリエーターの方とアーティストの方とあのお話をすると本当にこう改めてこう宇宙開発ってすごく夢があるなというふうにあの感じました。話の中でももありましたけども 宇宙開発ってその国がやることでは、まあ、国がやってるんですけどもあの国の代表というよりもこう地球人類の代表として、まあ、我々あの自分たちの仕事をやらせてもらってるなというふうにも改めて感じまして、まあ、そういう点では非常にこう意義がある、まあ、世界の平和のためにやってる仕事かなというふうに感じますので引き続き皆様あのご支援賜りますようお願いいたします。本日はどううもありがとうございました拍手 ありがとうございましたでは、ご登壇いただいた皆様に、改めて大きな拍手をパネリストの皆さん、そして吉田さん、本日は本当にありがとうございました、皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました実は 今日この後あと金井さんと栗永さん、僕、24時間生放送、有楽町の放送局の日本放送でやってるんですけど、あの連れて行って24時間放送ありますんで、よかったらあの聞いてください、本当に今日はありがとうございました、気持ちよく税金が払えそうです、ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。 それでは最後に JAXA 理事宇宙飛行士若田光一より本シンポジウムの閉会のご挨拶をさせていただきます。 はい、皆さん、きょうはあの長い間、JAXA シンポジウム、ご来場いただきましてありがとうございました、それからあの、えー、インターネット配信、あの視聴して、えー、くださってる皆さんあの、最後までご覧いただいて、本当にあ,のありがとうございました、えー、今日第1部は、JAXA の事業活動、えー、急ぎ足になりましたけども、えー、駆け足で報告させていただきました。 であの第,2のパ第2部のパネルディスカッション、なんか1時間以上あったと思うんですけど、あっという間にあの終わってしまったなという印象です。今日はその宇宙開発とサブカルチャー,、えー、宇宙と想像力のランデブーというテーマで、まあ、初めて、えー、こういう企画で、えー、実施させていただきましたけども、お楽しみいただけたでしょうか、私は本当にあのワクワクして、えー、皆さんの,あの発言を聞かせていただきました。ありがとうございます あの本当に素晴らしい吉田さんの司会、生、え、稼、ー、さん、えー、川森さんのお話、五十嵐さんのお話、それからあの JAXA の仲間の国中理事、金吉講氏と、本当にあの素晴らしい話を聞かせてもらいました、今、あの宇宙開発の世界にですね身を置いている技術者、そして科学者、そういった人たちと、それからあの、えー、アニメ、それから SF のクリエーター、そういった方たちが、ですね今後もあのお互いに刺激し合って、 えーまあ、宇宙開発、もう科学技術の発展、えー、それからあの日本が誇るサブカルチャー,あー、そのさらなる発展、そういったものにつながっていくのかなという印象をああの持ちまして、そういったあの良い意味でのスパイラルが今後も広がっていくといいなというふうに思っています。 えー、今日はの7月16日ですけども今週の土曜日7月20日っていうのはですね、えー、アポロの月着陸から50周年の日に当たるわけですで近年先ほどあの佐々木国際宇宙探査センター長からもお話ありましたけども、えー、国際協力で宇宙探査、えー、その機運が高まってましてこれからさらに、えー、我々人類が地球低軌道からその外へ、えー、飛び立つそういうあの時代活動領域を広げる時代になってきました でまずあの我々月そしてその先火星へと活動領域を広げていくわけですけどもそのためにはあの新しいですね、えーまあ、あの技術開発これが必要になってきますでそんな時にもですね SF の世界からも新しいインスピレーションこれを受けて開発に、えー、おけるひらめきそういったものが 起きるケースが多いんじゃないかなというふうに思ってます。そういう意味でも今日、えー、先ほどの第二部のパネリストの皆さんから、えー、非常に斬新なアイデア、えー、下に富むご発言いただきましたけれども、そういったものをいただいて本当にあの貴重なあ機会であったというふうに思ってます。今年はですね。えー 国際宇宙ステーションの希望日本実験とそれから河野鳥、えー、宇宙ステーション補給機の1号機の打ち上げからです、ね、10周年にあたる記念すべき年なんですけれども地球低軌道の活動におきましても、えー、産業振興さらなる利用の拡大と、えー、そういったものに努めていきたいというふうに思ってます最後になりますけれども、えー、我々、えー、宇宙航空研究開発のですね着実な進展に向けて努力してまいりたいと思いますので これからもぜひ皆様のご支援、えー、サポートをどうぞよろしくお願いいたします。今日はあの最後まで、えー、耳を傾けてくださいまして本当にありがとうございました。以上をもちましてジャクサシンポジウム2019ジャクサビギンズニューエラを終了いたします。 本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。インターネット配信をご覧の皆様も最後までご視聴いただきありがとうございます。